はい、始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス。埼玉ですね。今日は吉田浩一と、このおじさん、勝野さとし。はい、勝野さとしと。もう、64歳になったばっかり。そうですね。なったばっかり。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。そして、この方。はい。バブです。はい、こんばんは。久しぶりですね。久しぶりです。久しぶりですね。忙しいらしいじゃないですか。はい、いや、ちょっとバタバタ飲み会が激しくてですね。なかなかちょっと、すいません。金曜日の夜はいつも戦ってます。そうですね。はい、最近はですね、静岡の方からストライカーの編集長だった小池さんとか出てもらったんですけど。ああ、はい、そうなんですね。はい。じゃあ皆さん出席を取ります。今日はね、早かったね。もうオフサイドで情報、インサイダーで情報を仕入れてるシッカム。はい。そして、F。はい、こんばんは。サティアナさん、どうも。はい、こんばんは。皆さん、今日家なのかな？どっか走って途中なのかな？そして、中村さん。あ、中村さんって言っちゃいけねえのかな？ジャマイカンって書いてあるジャマイカン。僕の頑張ったもんです。はい、こんばんは。はい。福岡から操縦士さん。はい、操縦士さん、こんばんは。はい。アビスパ、心配ですね。はい。操縦士さんはね、福岡の人なんです。アビスパファンの人なんです、ね。はい。そして、孝太郎くん、どうもありがとうございます。こんばんは。僕と勝野さんは、この孝太郎くん、あっての僕二人ですから。本当にいつもコマーシャルしてくれてありがとうございます。はい、お世話になってます、はい。今日はですね、ここにも書いてあるんですけど、野人最高輪ってことですね。はい。はい、皆さんもう覚悟は決めてるでしょう。番組はですね、一応5分経ってから始めました。はい、なので今3分でございます。はい、さあ、今回は何分で入ってこれるか。ちょっと怖いですね、今日は。埼玉なんですね。はい、最近ね、ヤラさんトラック乗ってるらしいんですけど、僕は長距離トラックの YouTube にハマってるんですよ。おもこチャンネル。お女性ですか？違います。もこちゃんは山口県に住んでる長距離トラッカーです。おー、まあ、YouTube はね、ほんとたくさんあるんで、はいはい、面白いね。今更ながら。今更ながらいいんですけど、面白いですね。元サッカー選手っていうのも、うんうん、ごめんなさい、ここでテレビくん、はい、おめでとうです。今ね、はい、テレビくんは、もう少しでパパになります。はあ、頑張れよ、はい。おめでとうございます。頑張れよ。今ね、もう本当に、ほら、犬も祝っちゃってる。でも、犬の真似してる千秋だったら最高なんですけど、ね。やってもらいます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。まあ、もういいです、池谷。そんな。はい。可愛かったんですけどね、あいつもね。今も可愛いですね。ですか。いや、やっぱり、ね、自分よりサイズが大きくなったらね。うん、そうですね、でかいですもんね。ガーンと寝てる。だから、バブンチで犬が寝てるような感じですね。はい。そして、お疲れっつ。お疲れっつ。しんちゃん、杉本どうにかしてくれよ、本当に。そこに関しては、まあ、これで、ね、ミノさん、こんばんみ。こんばんみ。今日はすみません、ラジオからずっと聞いててくれたらしいです。ありがとうございます。はあ、こんばんは。そのバブ久しぶりなんですけれど、はい、OB 会長として、はい、大学リーグも始まり、ね、もう何にも、ね、何にもできないです、ね、大学無観客ですからね、無観客でも、はい、ダメだろ、 OB 会長は関係者、OB 会長でもダメでした、ダメだったんだ、ダメなんですよ、
一回ちょっとね、行こうと思って、ね、行ったんですけど、やっぱちょっと勘弁しておくれって言われて。可能性が、入れる可能性があるの俺だけなんだ、じゃあ。多分吉田さんだけだと思います。そうだね。うん、いや、ほら、無理やり入ろうと思えば入れるかもしれないですけどね。で、まあ、ね、俺もさ、遠いしさ、例えば教え子の試合だけ見るってわけにいかねえじゃん。まあ、そう、遠いんだよね。そうじゃない。龍ヶ崎まで行ってさ、いや、ちょっと龍慶大見たら帰りますってわけいかないじゃん。だって、まあ、どうせ知ってる人もいるしさ。うん、はいはいはい。そしたら、ちょっと2部の試合、もう見ていかなきゃじゃない。そしたら、てか2部、まあ、みんな2部絡みじゃん、これ。そうですよ。この間、東洋とは引き分けたんでね。引き分けてよかったね。試合前、メッセージで、ちょっとバトってたんだけど、そうなんです。でも引き分けでよかったかな。引き分けで、まあ、痛み分け。まあやっぱりね、大学リーグはね、そういう部分で面白いですね、うん、やっぱり。そう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 。まあ強いのはここだろうなと、まあ、例えば琉球とか、東洋とか、一部から落ちてきたチームは強いなと思ってるのにもかかわらず、うん、ちょっと、どうします飲み行ってたらしいですよ、しっかも。はい、ああ、飲み行ってきました。いいんじゃないですか。まあ、そうですね。ね、そう言いつつ日大がそこに引き分け、みたいな。まあそうですね。そうそうそう。起きちゃいますからね。そこが、まあ面白いところですよね。そうなんです。風呂入って裸らしいです。大丈夫ですか、飲んで帰ってきて風呂入って裸とかっていうのは。さあ、ですね、今。まだ入ってない。まだ入ってこないですね、はい。あと10分ぐらいはかかるでしょう。まあそうです、ね。そうですね。皆さんゆっくり行きましょう。はい、今日、じゃあぜひ、じゃあここで先に皆さんの方に、はい、聞きますよ。その、はい、大事だと思うんで、そうだね。うちの長官。入れない。入れないんでしょう。今、すみません。画面が消えましたね。大丈夫です、大丈夫です。もしもしあれ岡野さんがまたあれしましたね。ちょっと待ってくださいね。会社の携帯で僕が電話しますもん、また。バブさん、勝野さん。バブはね、誕生日じゃないですよ。はい、バブ、ね。はい。あ、誕生日のおめでとうのメッセージありがとうございます。俺も今入れるよ、そしたら、しんちゃん。しんちゃん、今から入れるって。俺は、多分、その、ありがたくないんじゃなくて、俺ちゃんとありがたい感じの入れますから、ね。分かってるんですよ。でも、僕ね、なかなか編集してると全部入れられないんですよね。あります。入れないのもしかして。あ、どうやってやんのかなまたあのね、吉田さんから送っていただいたやつを押すでしょ。押すと、なんだっけ、コピーっていうね、英語出てくるんで、英語が真ん中に、それを押してもらって、その、うん、押したでしょ。そしたらそこを出てもらって、お、うん、もう、いいよ、もう、サファリってあるじゃん、目玉親父みたいな。サファリ。うん、ね、ヤフーとか見るやつ、サファリのところ。サファリーに。そう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 。で、うん、サファリーの一番上に、それをコピー、うん、そう、やつを押して、そうそうそう、時計みたいなのついて、で、その URL とか、英語がこう上にあるところに、それを今のやつを貼り付けてほしい。こう、リンクを。それ一回ピッて消してそこにリンクに貼り付けてほしいの。このペーストってやつにしてもらいたいの、ね、いいですよ。このやり取りは今日ですからね。うん。3ヶ月前のやり取りではございません。そうそうそう、時計がついてるやつよ。今日も3ヶ月前と同じやり取りがあって。今、今、バブの後ろでは、千秋ちゃんが化粧してると思います。URL 入れるところに、それを一回消して、それをコピーしたやつを貼り付けてほしい。
バブ、応援歌入りました。あ、応援歌入りました。応援歌入りました。はい、みんな知ってますね。はい、あの瞬間が再び。開くってやればいい。いいから。前回と同じ。そう、英語が出てきたでしょ。それをね、そこからかな。そこからが大変。バブ、バブ、バブ。バブさんのナビゲートが。赤と青が出てきたらどっちを押すんでしたっけ。赤と青が出てきたら多分青の方を押すんだよ。青、うん、青。うん、青。うん、そう、フェイスブック。うん、わかる。本当は、本当は野人出ました。そう、ログインして、ログインして。伊藤さん、デジャブ。押せばいい、押せばいい。皆さん、この時間、今、休みですから、普通に。あのね、ID を入れるはずなんだよね、インターネットの。あ、インターネットじゃない、フェイスブックのね。うん、そう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 。そこなんだけFacebook でやってるから、それ入んない、入れないなって言われて、この間、ほら、Google でそれで入ってきたでしょ、確か。Google で入ったんで、この間は。ただ、携帯番号っていうか、今の時代、あの顔認識だから、あれじゃないの、入れたら顔で認識してもらえるよ。うん、多分。うん。そうそう。そうそう、ログインとして。じゃあ、ちょっとパパ活の髪型でも話しましょうか。はい。なってるよ、ぐる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 なってるよ、早い。私の髪型ですか。そう、そうそう、スタジオなんとか、まあ、あとパパ活のラーメンシリーズの話とか、はい、来るんじゃないの、もうそろそろ。T シャツ、ラーメンこぼした時の T シャツ迷彩の白の T シャツがそろそろ上がりますから。岡野正樹を押して。あ、もうそろそろ、もう、まあ映ったでしょ。あと10日もかかんないと思うんで、1週間ぐらい待っていただければ、皆さん、お買い求めいただいて、ラーメン食べに行くときはそれ着ていただいてっていう流れですね。あ、マイクとかいっぱい出てきてるでしょ。そう、それをミュートにしないで、もうそこまで来てる。あ、もう映ってる。いや、もうここに出るね。もうそろそろ俺の下に出てくる。感じ。そう、一番最後のやつを押すのかな、スタジオ。来い、来い、来い。来たよ。いいっすね。うん。行くよ。いや、こんなすんでないとつまんねえな、なんか。行くよ。行くよ。皆さん、お待たせしました。はい、はい、お待たせしました。やっと流行りましたね。じゃーん。これ横の方がいいですか。横の方がいい。うん。横の。それ。こんばんは。こんばんは。映る。はあ、ちょなんか今それこんなにすんなり入られてる。それほら、それこの前ほら NHK でこう横にした方がいいやってたじゃん。やってましたね。見た。はいはい、じゃあ、はい、改めまして、今日のですね、スーパーゲスト、野人こと岡野正幸さんです。ありがとうございます。お願いします。入れてよかったです。いやー、一応ですね、今回、14分です、記録。いや、すんなりすぎますね。優秀ですね。優秀です。番組始まってから19分で入りました。ちなみに前回は、45分オーバーだったんです。あれはつらかったですね。前半が終わっちゃったってやつ。はいで、ちなみに今のこう、入れなかったシリーズですね、こんな感じで、はい、まず応援歌入りました。応援歌入りました、はい。ありがとうございます。コメントはね、なんとなく見えましたけどね。あ、見た。あの瞬間が再び。前回と同じ。はい、バブさんのナビゲートが上手くなってる感じが。ホルツァ野人って言って。デジャブバブの足と最高ってそして来た、ありがとうございます。岡田さん待ってました、ね。はい、岡田さんこんばんは。こんばんは。岡田さんお帰りなさい。岡田さんこんばんみってことですね。これどうなんですかね。こうじゃあ皆さんぜひねお願いがあるんですけど、今岡野さん、岡野正幸さんこちら入っていらっしゃいましたので、
Facebook、Instagram、Twitter、Facebook、皆さんのところで、今やってるよって、シェアしてください。はい。そうじゃないとですね、これから僕ら今、最近いい選手知ってるんですよ。最近。はい。うちの息子とかは、うち息子いるんですけど、はい。息子、サッカーやってまして、フォワードなんですけど、はい。今年の、2月までは一番好きな選手は興梠慎三って言ってたんですね。はいはいはい。で、今、9月になったんですけど、一番好きな選手は、レオに決まってるよ。うん、レオに決まってる、レオ。あ、そうですか。こっちの方ではみんなそうですよ。そうなんですね。いや、僕もね、気にして、毎試合を見てるんですよ。やっぱり、レオも行ったっていうの。うん、まあまあ、去年も見てましたけど。もちろんやっぱりレッツの試合いつも見てて、うん、でまあどんな感じになるかなと思ったんですけど、やっぱ点取りますね。あれですか、そのみんなにね多分聞きたいと思うんですけど、はい、トリセツ、レオのトリセツ、はい、もっと取らせられるんでしょ。いや、やっぱり彼はペナの中でどれだけ仕事ができるかなだと思うんですよね。うん、で、結構足元もうまいんで、うん、細かいところのワンツー、あのゴール前でもためができて、うん、そこからもうダイレクトで叩いたり、うん、で、やっぱ前向くっていう作業がうまいと思うんで、うん、もっとなんかこう、うん、間に通してあげたりとかすれば、もっとシュートチャンスが出てくると思いますし、うん、で、やっぱレオのいいところは、その相手のギャップを使って、ま、うん、真ん中に入って、あの、くさびに入るのが本当うまいですよね。うん、僕はもう逆に裏に抜けるっていうのばっかり考えてましたけど、レオは両方ともできるんで、めちゃくちゃスピードがある選手じゃないですけど、やっぱり一瞬のあの抜け出しっていうのは、天才的な、うん、僕はだから、ブラジル行って初めて見た時のプレーがあのプレーだったんですよ。うん、それ見た時にこれはいけるなって思ったんですね。完全に相手の逆を取って裏に出るので、うんうん、それまでの作業が本当に頭がいいなっていう。で、常にやっぱりゴールの意識が高いというか、必ずゴール取れる位置にポジション取りしてるっていうところがやっぱ彼の良さだと思うんで、もっともっと、まあ、裏だともっとガイナルとかよりはチャンスが来るんで、うん、もっとあのチームにもっと馴染んでもっと信頼されるようになれば、もっともっと他の選手からもうボールがどんどんよ、あの、来ると思いますし、うん。いくら面白いんじゃないかなと。うちですか？やっぱ聞きたいとこでしょ。いや、うちなんかもう1000万以下ですよ。ほんと？はい。もう全然ですよ。で、家とかつけて、まあ、それぐらいになるかなぐらいですね。飛行機とか。で、奥さんもいるんで、そういう。うん、うん、もう奥さんも一緒だって来たんだ、その時点。いや、その時はまだあの妊娠してたんで、なかなか来れなかったんですけど、子供を結婚するできてから来たんですかね。はい、言ってよ、そんなつぶやかないで、バブ。何？いや、バブ聞かれてる。はい。大丈夫ですか？犬がね、ちょろちょろ俺の僕の下をね、歩き回ってる。バブは何？バブは生まれたの？それで。いや、もう生まれてますよ、とっくに。何を言ってんすか、もう46ですよ。あ、このね、これ、小原さん、皆さん、こんばんはっつって、僕らの YouTube のテーマソング作ってくれてるんですよ。はい。よっちゃんって言うんですけど。はい。よっちゃん、よっちゃん、めちゃくちゃ指先黄色ですよ、ペラペラ。で、なんか機会があればぜひ会って目の前で弾いてもらいたいなと思うんですけど。まあいいですよ。よっちゃんはそのまま。で、レオの話をもっと聞きたい。はいはいはい。いや、まあでも今ね、それくらい岡すごいのよ、レオの話。だってレオ見に行ってるもんだもん、俺なんか。あ、そうですか。
だってもう例を変えたら YouTube チャンネル作るからすごい。ね、マジ大月マジかよ、このタイミングで。あいつお前おかしいんじゃねえのお前って、63分で交代させてるとかってありえねえよみたいな感じで、とりあえずこのテイストじゃなくて、これだと昔のテイストになっちゃうから、はい、いやこれおかしいんじゃないですかって、この、うん、こんな感じで。カズさんもあのおかしいよって言いつつ、まあ俺らに2つの顔があるんで、一応あのチャンネル用の顔してどう思いますカズさんみたいな話で。でもそれ以来ずっとフルだね。そう。それ言ってから。あね、聞いてんじゃないですか、見てんじゃないですか。見てる。いや、大津君見てるよ絶対。あのね、一回言ったらあの髪をさ、ここはあの俺も髪切ったんだけど、あの髪伸ばしてるの。今ですか。伸ばしてるでしょ。僕今伸ばしてない。で、あと俺、そう、一つ今日言わなきゃいけなかったんだけど、絞ったね。そうです、もうね、やることなくて走ってばっかりですよ、もう。でも、今俺、これ、言わなきゃお父さん、これ一番触れなきゃいけないでしょ。絞ったでしょ。絞りましたよ。俺だって俺、昔の岡が出てきたのかと思ったもん。いや、そこまで言ってないですよ。でもやっぱコロナでやっぱり鳥取も行けないですし、まあ、イベントとかそういう公演とかもう全然ダメで全部中止になって、でもう本当にダゾーンで見たり、まあ、ズームで会議したりとかなんで、でもほとんど家にいるんで、もうなんかやんないとまずいなと思って走ったんですよ。そしたらなんか気持ちよくて今までやな。それからなんか、ね、選手の時より努力してる感じがしますね。ランニングしてる姿あんま見てないんで。そうでしょ。嫌いだ、長距離嫌いなんだからだって。ねえ、絶対走んねえよね。はい、目利きの野人最高。いや、でももう目利きというよりも本当にでもサントス。まあ順番でいこうかってね。うん、サントス。はい、うん。まあにその4人ぐらいそういう選手が。アカデミーにいて、なかなかトップに上がれない選手が4人いてっていうことで、で、日本にでプレーしたいって選手が4人いたんですよ。おお。それでビデオとかもちろん送ってきてくれて、で、みんなで、まあ、こっちのスポンサーさんとか株主さんとかと集まって、ね、そのエージェントもいて、で、みんなでご飯食べながら、そのビデオを見てたんですよ。うん。で、その時、ガイナーレ、すごいもう成績が最下位だったんですよ。うん。でこれなんとかしなきゃいけないなって言った時に、そのたまたまエージェントからブラジル人にそういう選手がいるから、どうですかって話が来て、でもこれなんかしないとガイナーレサポーターも離れてっちゃうし、スポンサーさんももう離れていくって僕は直接聞いてたんで、なんとかしなきゃなって時にたまたまそういういい話が来たんですね。で株主さんとかそのエージェントとご飯食べてる時に、これいい、この選手いいよねってなったんですよ。うんうん、でもビデオだけじゃ怖いじゃないですか、いいとこ取りなんで、うん、だから外れたりするんですよ、ああいうの大体、はい、だからじゃあ見に行った方がいいんじゃない見に行った方がいいんじゃないってなってでもう突然じゃあもう行きますかって、もうしかも向こうシーズン終わっちゃうんですよ、うん、でもやばいって言ったらビザがなかなか取れなかったんで、うんうん、ちょっと時間かかったんですけど、でビザ取れて2泊だけ行きますってなってブラジルにね。僕ね、なんか公演があって、公演終わって、そのまま成田、羽田だったんですかね、羽田行って、そこから行って、いや、30何時間かけて行って、もう着いてすぐサンパウロからサントスまで3時間ぐらいかかるんですよ、車で。うん、港町はね。そうなんですよ。で、エージェント迎えに来て、もう吹っ飛ばして行って、じゃだんだん、スラム街になっていくんですよ。あの映画で見たような本当にこんなところにあるのって言ったら、もうここだからって言ったら、本当にあるんですよ、そこにサンプルあのスタジアムの周りにペレの絵とか、今は歴代の、すごい選手たちの絵が描いてあって、でも機関銃みたいなの持ってる警備が立ってて、その中でやってるんですね、練習を。で僕らはもう最初そのお忍びで行ったんで、その元選手がいたんですよ、サントスとか、スペインでやってるような本当のプロの選手が、そのサントスの横のマンションに住んでるんですよ。おお、一番上の階に。うん、一番上ね。そして練習場も見えるんですよ、そこから。あ、
それなんだ。それが、はい、この前 NHK で言った上から見てっていうのはそれなんだ。そうです。で、見てて、で、まずその、まあ、その時レオはあの練習だけしかしてなかったんですけど、あと3人いたじゃないですか。その選手たちが試合出てたんですよ。で、レオは次の日のもっとちょっとレベルが高い試合に出るレギュラーだったんで、で、前の日、じゃあちょっと見てくださいっていうことで、まあ、練習試合みたいなのやってたら、その時に点取った子をまず取ったんですよ。うん、左利きのビートル・ガブリエルってのがいて、うん、でその後にちょうど練習終わって出てきたのがレオと一緒に出てきたんですよ、ガブリエルが、うん、で僕その時初めて会ったんですけど、もう目つきとか顔もいいですし、なんかギャングのちょっとなんかリーダーみたいな、うん、分かる分かる分かる、で立ち振る舞い良かったですし、うん、でいろんな話して、でお前ら本当に来たいって言ってるのも分かるけど、うん、J3 って言ってカテゴリー3つ下なんだよと、うん、言ったら何言ってんですかと、ボールがあればいいって言ったんですよ。かっこいい。僕ね、いや僕もいろいろバブ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 、ツッコミはもうちょい大きい声。英語で喋ったのかなと思って。ごめんね、おかどうぞ続け。いや、それで僕のね、やっぱりガイナーレの、ね、GM やらせても結構長くやって、選手とかもいろいろ話してきて、やっぱりこうみんなはなんか移動が大変だとか、うん、で鳥取って米子と鳥取市ってあるんですけど、うん、横長なんで遠いんですよ、うん、でホームゲームでも米子からこう移動しなきゃいけないとかってなると結構1時間半ぐらいかかったりするんですよね、うん、でなんか負けだすとそういうの言い訳にし始めるんですよ。最初は分かってるから、うちに来たんですよ、入れてくれって言ってみんな、うん、でもこういうの大変だよ、移動も、東京は飛行機あるけど、他のとこはバスでほとんど移動だから、8時間、9時間当たり前だし、で下手したら10時間以上かかるんだよって言って、そんなの分かってますってなるんですけど、やっぱりなかなかこう勝てなくなると、そういうところを言ってきたりしてて、すごい嫌だったんですよ、僕、そういうのが。うん、そんな、相手だって、上げてくるとき一緒なわけですよ。うん、関係ねえだろうと思ったんですけど、その時にもう本当にどうしよう、再会だしどうしようってレオに会いに行ったら、その一言来るんですよ、ボールがあればいい、うん、久々にもうこんなやついるんだと思いました。ちょっと涙出るんだけど、みんなもう今コメント止まってんだけど、マジ聞いてるよみんな、うん、それで、で本当に僕もうジーンと来たんですね、なんか鳥肌立つぐらい、うんうん、もう暑かったですけど、ブラジル。それ嫌ねえ。それでなんかまあすごいその街にやっぱり僕はでもやっぱ迎えに行ってよかったなと思ったのは、彼らがどんなところで生活してたのかなっていうのが現地行ったからすごい分かったんですよ。本当にこんな話あれですけど、注射器が普通に落ちてたり、うん、で全部その自宅とかマンションとか全部金網なんですね。で本当によくあのドキュメンタリーで見るような本当に家が壊れてるところでみんな裸足でサッカーやってたり、でこんなところでペレとかネイマールとかそれこそ三浦カズさんがやってたわけじゃないですか。こんなとこでやってたんだっていうのはちょっと現地行って見てよかったなと思ったっていうか、だからやっぱ彼らはすごいハングリーでしたし、うん、まあ本当彼らは、まあ、人身売買とかもちっちゃい頃サッカーやったり嘘つかれて空港まで行ったら乗るなって言われて、うん、それ実は人身売買だったらしくて、うん、だそういう経験を2回ぐらいみんなしてるんですよね、親がちょっと危ない時があったとか。だから本当彼らは、まあ、レオは特にやっぱり、両親を幸せにしたいから俺はサッカーで海外でどこでもいいから活躍してその国に連れて行きたいんだと、だから僕はにチャレンジさせてくれと。でも今までなかなか J リーグのチームでそういう、まあ、人が直接行ってあの選手を取ることがあんまなかったんですね。どっちかっていうとこう活躍した選手をじゃあうちが取ります、違約金出すけど取りますみたいな。で僕は初めてそのどうなるかわからないまだ19とかの選手をもうこれもまあ変な話掛け事じゃないですか、うん、でも生で見てるから絶対これができるなと思ったんですよ。 J3 だと間違いなくできると、うん、
で、そのレゴの、言いましたけど、2日目の時、レゴ見た時の一発目の動きでもう絶対欲しいって言って。そ、うん、れで、もう本人たちも絶対ありがとうございますって言ってきたし、うん、で、まあ、向こうのエージェントと、また面白かったのが、向こうのエージェントは結構ネイマールとかもそういうのやってる方たちなんですよ。うん、で、向こう行って、じゃあ、試合も見たんで、じゃあ、どこで僕らホテルに泊まりますよって、そんなとこ岡野さんを止めるわけにはいかないと。うん、まあ一応僕のこともしら調べてくれてて、うんうん、足が速い、すごい選手だったんだよねとかって、で、日本ワールドカップ初めて連れてったんだよねってなるから、そんなとこ止めさせられないと危なすぎて。だから、車で2つぐらい島越えたんですよ、フェリー乗って。そんなに危ないんだ。本当に危ない。だってもう歩いてるだけでもう変な失敗ですよ。それが声かけてくるんですよ。うん、で僕らはよくわかんないからいつものね愛そうでどうもなんてやるじゃないですか。絶対に絶対に話しかけちゃダメですと。絶対に目も合わせないでくださいと。向こうの現地の人が怖がってるんで、うん、そうなのって言って、で2つフェリー越えてなんか別荘地があるんですよ、高級な。でそこも全部兵が立ってて、で警備がいるんですよ、機関銃持ってる兵士さんが入り口のところに必ずいるんですね。そこでこう一応チェックされて、ガードが開いて入れるんですよ。でそこにペレの別荘があったり、もうすごいですよ、みんなプール付きの、そういうあれ、はい、リゾートがあるわけね、はい、お金持ちの人たちの、はい、そうです。でそのエージェントもそこに住んでて、うん、でそこでジャグジーに入ってウイスキー飲みながら向こうのエージェントとずーっとジャグジーで、ギャングじゃない、いや今度マフィアの世界でそれでもずーっとこうやってもうジャグジーで二人でこうやってもう あればこうだからこうだこうなんでこうだから絶対活躍するから絶対にやってくれるからってお金の交渉みたいなのが始まったりとかで本当に岡野さん取ってくれるのかと、本当に彼ら失敗しないと思うけどするかもしれないよみたいな、それでも本当に取ってくれるのって言われ、いや俺もう全然そんなの勝負してほしいから逆にって、そんなやり取りもあり、で次の入れを見てもう速攻空港に行って、うん、で飛行機も乗って帰ったんですね。時間がなかったはい。何もうね、怒涛でしたけど、あ、言えな。でも活躍してくれたからよかったですよね。まあ、すごいよね、はい、だんだん止まないもんね。まず、ブラジルの思い出がすっげえ薄いよね、そこのところ。現地人みたいだからね。金網と。だからね、またそのエージェントも2日しかなくて、もう時間ないんですよ。で、フェリー乗っていくから、移動が大変じゃないですか。うん、で、レオの試合があるけど、まあ、時間があるからって、うん、で、朝8時ぐらいに起きて、で、海に行こうって言うんですよ。海行って、ビーチでなんかお酒とか出してきて、うわーって飲んで、急に岡野間に合わねえって言いましたよ。どんだけ楽観的なのよ。何気にバカンスはじゃ楽しかったね。それで、でまたペンション別荘も持ってシャワー速攻で浴びて荷物もまとめて、で試合見に行ってそのままですからね。もう怒涛の2日間でしたけど。それさ、これだって。誰か見たらまた激レアさんだよ、これまた。いや、本当ですよ。僕、本当に、で、それ帰って、で、東京に着いて、で、僕、もうそのまま、それこそ鳥取で公園が入ってたんですよ。はいはい。で、羽田着いて、そのまま、鳥取便乗って、で、着いて、そのまま、もう公園だった。商工会議所へ。商工会議所へ。そしたら、途中で喋れなくなっちゃったんですよ。飲みすぎ、いやもうあれエコノミーで行ったんで、ああ症候群でエコノミーも最初の行きは、まあ、一番端だったんですよ。でも取れなかったんですよね、飛行機も本当にもうギリギリだったんで、うん、で、うん、一番端だったから動けるじゃないですか、トイレ行ったり、はいはいはい、帰りは真ん中だったんですよ。まずいなって、まずいよ、横に超でかいブラジル人がいて
そうだね。これで、ね、全然動かないんですよ。トイレも最悪のパターンだ。最悪のパターンで、で僕ずーっとこうしてて、でカナダ経由で、うん、カナダでもうお酒さえ飲めればいいじゃないですか。で 5時間あるんですよ、うん。でも朝はカナダはなんか法律で飲めないんですね。ああ、いい点で。1時間から飲めないです。ああ、はは。あ、そうなんだ。どこにならないと飲めない。まずい中でもうで僕何にもやることないじゃないですか。お店も何にもやってないですし、うん、ずーっとなんか一人でポケーっと空港にいて、でやっと昼になったんでなんかビール飲めるようになったら飲んで、でもうすぐまたあの乗らなきゃいけないんで乗ってみたいな、もう本当にもうバタバタすぎて大変でしたよね。だからもっと余裕持って今度は行こうねって話はしてるんですけど。いやそうね。でも余裕持って行ったらもっとすごいの連れてきちゃうんじゃない。いやいやいや、でも本当にあの時は本当にレオはね、やっぱりこう有名だったみたいで、あのなかなかそのトップに上がれなかったっていうところで、まあ、そういう話が出てきた感じみたいなんで、まあ、どこ行っても活躍したんでしょうけど、まあ、本当にいいタイミングででもうちに来てくれたっていうのは間違いなかったですね。安かったですし、うん、やっぱ勝負しに行きたいっていう、やっぱ彼の本当に言ったらやる男なんで、うん、本当ハングリーでしたし、だから鳥取なんかも、まあ、初めて海外出たと思うんですけど、雪、大雪降ったんですよ、はいはいはい、そのレオが来た年に、うん、もう今まで見たことないような大雪降って、練習場ももうダメじゃないですか、はいはい、で室内でやってて、で僕心配でちょっと会いに行って、お前ら大丈夫かと、うん、寒すぎるだろうと。そしたら彼らがブワーって喜んで、雪初めて見たって、うん、楽しい。で雪食べてるんですよ。お前雪食べちゃダメなんだよって言ったら、もうああいうの見た時にこの子だってすごいなと思いました。環境関係ないなと、うん、本当にまさにボールがあればいいって言ったの本当だなと思って。うん、強いんだね。あ、だからやっぱ早くね。もうちょい大きい声で言ってね、バブ。ツッコミは大きい声で言ってね。ナイスですけどね。いやー、すごいね、やっぱりこう、今日ね、はい、まあ、岡野正幸、野人、もう一回来てくれるっていうので、まあ、ちょっと今日、ラジオの日がなんですよ、僕は。コミュニティラジオの日があって、はい、リキもスポンサーについてるんで、リキの今井店長に、もう一度その巻き戻して、話を聞いて、はい、マグロの話聞いてきたんだけど。マグロですか。マグロの話。はい、あなたすごいね、結構。いや、朝電話が突然、なったって。あ、まあ、僕というか、まあ、つかのですよね、うちの社長ですね。あのね、もう何屋さんか分からないですからね、僕ら。だから高井湊さんが協力してくれて、まあ、野人プロジェクトっていうのが始まりまして、本当、皆さんにも、裏の皆様に本当、ご協力していただいて、そのおかげで、フェルナンジーニョも取れたりとか。うん、あのレオナルドもそうだったんですけど、本当皆さんがあのいつもご協力してくれて、リキとかでもお客さん呼んでくれて、その日に100万円ぐらい買っていただいたりとか。それさっき聞きましたよ、5000円の福袋。そうなんです。リキさんも本当にやっていただいて、でだからもう本当に僕、まあ、外慣れてお金資金があんまりないんで、やっぱ強化費がないんですよ。強化費使っちゃうともう、うん、運営ができないですし、まず遠征費とか、うん、やっぱり食事代とか、まあ、そういうのがすごいお金かかるんですね、やっぱり移動がない分、うん、だから選手にどうしてもお金かけれないから、うん、どういうチーム作りしようって言っても簡単には、うん、贅沢はできないんですよ。なので、うん、マグロ朝4時半くらいに電話がリキになってで、いいのが取れたんだけど。はい。送っていいか。はい。
あ、じゃあ、もうそういうんだったから、はいって言って、全日空の空輸で来たらしいじゃないですか、着払いで。そうですよ。もうね、そんなばっかりやってんですよ。で、営業行くとサッカーの話はないんですよ、まず。カニの話と、今芝生やってるの芝生の話しかしないです。で、最後に、そういえばうちはサッカーチームですっていうんです。一応今ここで、着払いいくらだったのかを皆さんに聞きますんで。はい。鳥取から、境港から、全日空便で、浦和まで、着払い約でいいですけど、いくらでしたっていうのを皆さん今からコメント入れてください。僕らはまた話します。だから、でもあれですよ、本当に、僕、最初、野人プロジェクトをやらせてもらったときに、神戸の、はい、中古屋さんみたいな、大きい、その、うん、車の会社があるんですけど、うん、そこの方が100万円分買ってくれたんですよ。だから、これは申し訳ないからって言って、うん、僕とその、うちのトップの塚野と、塚野さんね。高井港行って、マグロ買って、一匹、はい。こんな大きいの。うん、それを解体ショーをやるっていう言われたんで、じゃあ持っていこうってことになって、僕と塚野の車にマグロ乗せて、ずわーって運転していくわけですよ。それで途中のサービスエリアとか寄って、氷をガラ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 。もう何屋さんなんですかって。魚屋ですよ、本当に。マグロ運んでるんですから。で、向こうの企業さんで解体ショーやって、みんなで食べるっていう、なんかそういうのやったりとも、もう何やってるか分かんないですよね。はい。もう、何でも屋さんみたいな感じですよね。皆さんあれですからね、着払いの金額だって、マグロの金額じゃないですかね。マグロの金額はまた後で言います。いや、あ、もうちょっと、本物に合わせてあげる。はい、そうしよう。あら、息子さん。国民的スーパースターだ。こんばんは。こんばんは。この人は、20世紀の切手になった人だ。もう全然生まれる前だからね。そんな古いか。で、生まれる。あ、聞こえてない。全然生まれる前だからね。はい、そうしよう。こんばんは。こんばんは。はい、頑張ってよ、サッカー。はい、頑張ってよ、サッカー。あ、ありがとうございます。はい。あ、氷を入れに来たみたいです、僕の。ああ、そうですか。僕は後で一回氷取りに行きますよ。それまた書かれちゃうでしょ。前回と同じの。もうすでにあんま氷なかったもん。これね、すごいな、皆さん。あ、この、何がすごいかと、ドンピシャでミノさんが当てましたね。6万円。お皆さんいろいろ言うんですけど、2万5000円とか、こう、あれなんですけど、すごいです。ドンピシャですね。今井に聞いたら、とりあえず送ってきたらしいんですよ。で、マグロが送られてきて、店に。で、まだ店始まった時間じゃない。置いた時、はい、マグロガーンと来て、はい、お、来たっつって。で、着払いなんですけどって、あ、着払いですかって、いくらですかって、6万円って言われても今、これすげえ。かなり店始まる瞬間に、なんかお釣りから何からなくなっちゃったり。申し訳ないですよ。で、本体いくらだったんだ、本体確か70万にちょっとかけくらいだったと思うんですけど。で、すごいねって言ったら、まあ、一人頭多分2000円くらい取ればどうにかなるよって言われたら最高だなと思って。でも、まあ、もうちょっとね、したらまた、野人が運んできたマグロっていうのを力でもやりたいですよね。もうぜひ解体ショーとかやっていただければ、うん、また持っていきますんで、氷詰めにして。あ、あとだから、他のさ、スーパーとかも紹介するよ。そうですね。まあ、ぜひぜひ。ぜひ。マグロもね、すごい取れるんで。いや、スーパーあるもんだって。そっちの方がいっぱい取ってくれるんじゃない？
だからその送るとせってお金かかるじゃないですか。で車で取りに行く。いやいや、だから車で一緒に。そうですね。で一緒に帰ればいいんですね。車で。車で。はい、ああ、氷ね。あの、これサーティアナさんっているんだけど、サーティアナさんいるんだけど、サーティアナさんのトラックでしょっちゅう大阪まで行ってるらしい。そうなんですか。そうそう。途中、そう、大阪まで行ってるから、そのまま乗せてきてもらえばいい。マグロ、まあ、僕なんかもだから、まあもう移動はもう慣れたんで、うん、もう移動はもうしょっちゅう鳥取いるときはもうどこ行くのも車であちこち行ってたんで、うん、まあその辺は全然苦ではないんで、もう全然いいんですよね。ブラジルも2日間で行ったんですね。あのごめんごめん、バブバブ、何回も言うんだけど、はい、ツッコミは大きい声で言った。え？近づかないとね、ちょっとあれ。いや、ボリュームが小さいんじゃない？ボリュームちっちゃいんですかね。うん。スマホの。どうでしょうかね。あ、聞こえる聞こえる。あ、大丈夫。あ、ドンピシャ、岡野さん、サインを吉田さん経由でお願いしますって。はい。みのさん大丈夫、俺岡のサインかけるから帰って渡してあげる。来たらまたぜひやりましょう。で、あ、これあれです、あの石田編集長です。あ、はい、岩田先生との対談の時なんですね。はい、岩田先生と島根の対談ありがとうございましたって。本当一生大湘南のその後の話はやめましょう。そうです、もう大変ご迷惑をおかけしてますね。それはまたちょっと、それリアルな話、俺も加わって読んだから、はい、あれはちょっとショックだね。いや、僕もだから、ね、あの島根県からメッセージくださいということで、やっぱり誹謗中傷がすごいみたいですね。やっぱ県外から来てる、まあ、生徒も多いですし、うん、やっぱりすごい言われてて、まあすごい悲しんでるみたいなんで、うん、何かメッセージとは言われたんですけど、まあね、しょうがないですけどね、まあどこで感染したかわからないんで、またちょっとこう、それはあれだね、あの社会が落ち着いたところで、密室で話したいですね、もうちょっと。そうそう。で、高校の名前が出るたんびに、うん、岡野かって出るんですよ、うん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 ね。だからもう僕が感染してるみたいな感じになってます。言ってないし、ね。鳥取にいねえしみたいな。言ってないし。さすがだわ。いやー、すごいよね、大変だよね、何年か前の時もね。あのペこの話の時もね、本当に野人の高校ってね、はい、本当大変だなと思うんですけど、あの今回も野人プロジェクトやってるんですね。そうですね、今回もあのやらせていただいてて、まあ、食の都ということで、なんかその、まあ、鳥取の美味しいものですね、うん、はい、まあお肉、まあ、カニ、干物、スイーツ、うん、豚肉とか、うん、まあいろいろ鳥取で美味しいものが選べるようになってまして、うん、で果物もありますし、まあ、あのまたぜひ皆さんホームページを開いていただいて、またあの、うん、ね、あの今テイクアウトが流行ってますから、はい、何かまたねお願いしたいなと。まあともちろん選手を獲得するための資金なので、また皆様が、はい、にあのそうやってやっていただいて、またこっちが責任持って活躍する選手をどうにか、あれ、ま、後半に向けて取れればと。あれどうなの今、こうあの実はこう名前は違うんだけど、浦和レッズ、アルビレックス、新潟、ガイナーレ、鳥取っていうのは、なんか道ができてるの同じ。いや、できてないと思いますよ。だから、レオが僕らは2年契約にしてたんで、うん、でレオが得点王になってすぐ来たんですよ、うんうん、まず京都さんから来て、うん、でなんとなく、京都なーみたいな感じはあったんですよ、うん、でうちは絶対残したいじゃないですか、はいはい、もう次のプランもレオ中心に行こうって言ってたんで、うん、もうでうちがこう連れてきてあの得点王になるなんて思わないで、もう絶対レオ売りに絶対やるじゃないですか、みんなで、うん、でそしたらやっぱり話が来るわけですよ、うん、
で、新潟さんから来て、でも新潟さんやっぱりブラジル人の扱いうまいじゃないですか、育てるので、うん、で、可愛がってくれますし、で、僕、変なとこ行かせたくなかったんで、別に、うん、あの京都さんがダメだって言ってるわけじゃなくて、うん、それだってうち残った方が大事にするよと。うんうん、でも、2年契約だったんで、完全に違約金が発生するじゃないですか。で、僕ら ドル計算で一番高い時にサインしてるんですよ。おだから、結局、絶対取らないだろうなと。倍ですから。ただ新潟さんが10分後にかかった、新潟さんがそれでもなんかちょっともっと負けてくれないかと。でも岡野さんが取ってたら、あるんだね。ねびき、パパ勝さ、やっぱ俺らも整理しなきゃいけない。さっきまでマグロの話してたからさ。そうそうそう、どうしてもね、ねびき、マグロの話した後にさ、マグロだったらいいんですけどね、マグロだったらいいんですよ。マグロだって100万くらいするんだろ、人だからね。人だから、まあで、やっぱり大事な選手だと。で、強化部長に、いや、僕は実は204回取ってきた選手なんだと、うん、驚かれて、うん、本当ですかって、うん、そうなんです、だからもう本当に息子のように可愛いし、ああやって活躍してくれて、もう本当にもう大事にしたいからって言ったら、10分後に電話かかってきて、うん、もう。満額でって、まあ、なんで、ね、で、ね、レオとでもレオはどう思ってるかっていうのを聞かなきゃいけないんで、僕レオと話したんですね。そしたらやっぱり勝負したいと、もちろんガイナレと一緒に僕も上がれればそれが一番だったんだけど、僕は来年怪我するかもしれないし、もう1年でも早く勝負したいと。でも確かに俺と約束したよねって言ったんですよ、それは。うん、あ、そうだねって、もう出したくないけど、まあそういう話が来てんのは事実なんで、じゃあ分かったって言って、まあ株主さんとかもう大変でしたけど、うん、なんで出すんだってなりましたけど、でもやっぱり、まあ僕もやっぱ選手だったんで、それすごい気持ち分かりますし、うん、あの、少しでも上でやりたいっていう、で、そのやっぱりチャンスっていうか、もう本当に命を懸けてきたというか、うん、やっぱ彼の姿勢見てたら本当そう感じたんで、あ、じゃあもう分かったって言って、うん、で、新潟行って、まあでもじゃあどうなるかなって言ったら、まさかまた得点をなってるんで、おいおいおいと。そしたら、まあね、それで今度 J1、まあ、どうなのかなって、どこ行くのかなと思ったら、まさかの浦和レッズなわけですよ。これはちょっとびっくりですね、僕からしたら。出来すぎぐらい。なんか、ね、あの、アブアブ。もう一回言うけど、はい、発言の時は大きい声ね。そう、なんかこれ大声出さないとなんか聞こえないぐらいこの携帯は。面白い、面白い。ああ、いや、でもさ、うん、でも二度あることは三度あるんじゃない。そうです。いや、やばくなってほしいですよ、本当に。もう歴史に残るじゃないですか、また初めてこの J1、あ、J3 得点を、J2 得点を、J1 ってなったらすごいことなんで。まあ、ただ、オルガンもすごいですからね。でも、今年取らせたいよね。いや、そうですね。やっぱり、なんかそのまま、ちょっと行ってほしいなっていうのはありますよね。だよね。気になるところなんだけど、もう、レオの、その能力に関して、あ、ほら、だって、岡川は、和紙ともやってるでしょ？はい。で、やっぱり、こう、サイズは小さいけどさ、やっぱり和紙と似たような部分を持ってるじゃないですか。はい、はい、はい。センターフォワード。はい。ペナに入って、パーンとこの前も転がしたしさ。はい。はい、うわー、ゾクってくんだけど、俺なんかああいうの。はい。はい、フォワード好きだから。うん。まあ、岡山のことは大好きなんだけど。そこは反応してくれないんで。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、そんなね、恥ずかしいもんですよ、そんな言われて。いや、マジ好きだよ、俺は。あ、ありがとうございます。リアクション難しいですからね、そういうの。いや、多分、いや、だってさ、バブさ、俺は、あの、岡の左足の話するからね。はい、まあ、そうですね。もう、本当さ、ね、この人、本当よく練習してたしさ、うん、精度悪くない。大学の時ひどかったもんな。ねえ、蹴れないからね。そのまま蹴っちゃいますから。だね、僕らね、リーグ戦あるじゃないですか、大学のリーグ戦。うん、その時に後輩が応援するんですよ、スタンドで。で、替え歌作ってて、
他の学校行こうぜ、渋谷へ行きつつ、オンボロをパジェロで今日も繰り出すでしょ走れ、走れ、走れ、え、違うか、チーム、なんだっけ、忘れちゃったな、なんかそんなんで、インチキ、左足、岡野ですからね。あれ、応援じゃねえからね、あれ、悪口だからね。ひどい学校だよね。誰作ったんそれ。これはね、なんか多分、僕、大原さんの、ね、一つ下の人間かな。誰だっけな、あれ。なんかよく替え歌作るのが好きな人がいるんですよ。いや、僕はね、今日はさ、そう思って、下ばっかりであれだと思ったんで、一応、折茂さんにも連絡したんだけど、はい、この前、折茂さんも出てもらったの、俺らが。そう。で、岡の話して、目丸くしてたけどね、やっぱり。目は丸くして。で、長嶋さんの話。はい、はい。ああ、長嶋さん。長嶋さんの話して、はい、そう、長嶋さんが、やっぱり、重要なんじゃねえかって言って。いや、本当ですね。うん、俺、FC 東京の下部組織の、やってる時に長嶋さんには取材させてもらって、はい、まあ、真面目な人だって、もその時は俺は岡野とそういう絡みがあったの知らなかったから、はい、話もしなかったんだけど、もう、折茂は俺の一個下なんで、ガキの頃から知ってて、もうびっくりでしたよ、そう。でも、野人伝説はいろんなとこから聞いた方がいいなと思うんだけど、もう大人になってからの野人伝説の方がめちゃくちゃ面白いからね。いっぱいありますからね。いや、俺、ほんとさ、岡野の方がどうやったら書けるのかなっていつも思ってんだよ、俺。いやいやいや、でも、で、そういうなんかお話、この間もなんかしてくれてましたけど、僕、やっぱりね、今はやっぱ目標がやっぱ J2 に昇格することなんですよ。うん、やっぱこれ昇格したときに、やっぱり出したら面白いんじゃないかなと思って、やっぱり今までのやっぱり苦労みたいなのが。うん、なんか上がってない、なんか上がってないのに、ってなるとなんか上がってねえじゃんで終わりなんで。だからさ、でも上がる前に準備しとかなきゃいけないからさ。だからもう今から準備すればいいじゃん。こっちそうね。うん。いや、日々言い続けてんだもん俺。なんか本当にイタリア人みたいなもん俺、お前好きだよってずっと言ってるの。可愛いねって最高だよっていつも言ってるようなもんだからさ。まあでも僕も本当にねサッカー引退してすぐ。こんな仕事すると思わなかったですけど、うん、もう笑っちゃいましたもんね、最初やったとき、なんだこれと思いました。だからでもそういう方たちがやっぱりいて、うん、で僕らはやっぱああいうピッチで試合できてたっていうのは、やめて、そういう仕事をして初めて分かりましたね。そういう、で、ボランティアでサポーターが来ていただいて、設営一緒にやったりとか、うん、もうあんなの知らなかったですから、選手のときは全く。だから選手の時もうちょっとやったらあと50分ぐらいもっと走れましたね、多分。そうね。そうだね。それはバブ、今のは聞こえた。まあ、だけど、いや、そのさ、その選手はやっぱ分かんねえじゃん。まあ、そうですね。で、まあ、分かっ、やめなければ分かんないよね。そうですね、まあだからまあそういうふうに見れたのも良かったですし、うん、塚野さんはどうしたの、パートナー。まあもう鳥取にいます、ずっと。いや、それで彼との関係はどういう関係なの。ああ、もう僕がだから最後香港のチームにいて、で契約は終わって、でもなかなかもうなかなか声もかかんなかったんで、もう他のことやろうかなって思ってたら、なんか鳥取のチームの社長が会いたいって言ってるっていうんで、渋谷で会ったんですよね、最初。渋谷で僕、中目にいたんで、その時。で、渋谷のホテルで会いたいって言うんで、で、会いに行って、で、まあ、ガイナリ鳥取行ってチーム知ってるって言われたけど、知らないですって言って。で、まあ今 JFL なんだけど、
どうしても J2 に上がりたいと。で、まあ、要は、まあ、その、まあ、僕もね、あの時もう39とかだったと思うんですよ、もう。そんな。だから、どうしようかなと思ってたら、やっぱりこう、すごい、やっぱりこう、その鳥取って人口が一番少なくて、何もなくて、でもサッカーチームをどうにかしたいんだと。でも、ね、そういう話って僕好き嫌いじゃないじゃないですか。高校もサッカーもなかったりしてるんで。でもアマチュアだから来てくれないと思うけど、ちょっと考えてくれないかって言われたんですね。で、まあとにかくその、上げるためには今のまんまの選手の感じだと上がれないから、岡野みたいなのが来て、なんか怒り役みたいのでもいいからやってほしいんだよねって言われたんですよ。でも僕よくわかんないから、一回見に行っていいですかって言ったら、見に、まあ行ったんですよ、それで。やっぱり一回確認するのね、やっぱ確認しないじゃないですか。半パクだったのかな、ね。現場見ないじゃないですか。もうちょい大きい声で言ってね、バブル。何パク？現場見ない。その時は一泊で行きました。長い。1時間で行けちゃうんで、飛行機は。ね、長いよね、そんなね。あの、30時間じゃないんで。それで、ついて、まあ、試合まず、見て、で、あ、違うんですよ、前、あ、2日、うん。前日入ったんですよ。前日入って、で、ホテル入った時に、なんかこう、鳥取のちょっとこう、街見てみたいなと思って、ちょっと商店街みたいなとこ出てったんですよ、ホテルから。そしたらポスターが貼ったんですよ。ガイナ鳥取っていう。このチームだと思ってパッて見たら、今のうちの強化部長の吉野が、うん、吉野ドーンと映ってるわけですよ。あ、友がね。友が。キャプテンなんですよ。はいはい、あ、友が。だって僕、レッツ、あの友が来た時なんて、まだ金髪で、18歳で、で、僕の結婚式の受付やってたんですよ。鈴木啓太とかと。でみんなに怒られてもな、みんなに怒られてな、なんかあのちゃんとしろって。ね、それで、その友が、吉野がポスターになってるから、すげえ、キャプテンになってんだ、このチームでやってんのかって初めて知ったんですね。それで試合見に行って、またそれがいい試合して、5-0 ぐらいでガイナリが勝って、でそこは僕もなんとなくスタジアムを覚えてて、多分僕がであの V ゴール入れて、一番帰ってきてすぐの天皇杯で負けちゃったんですけど、で僕はボレーシュートで入れたんですよ。うん、いけないけどね、俺は。で、なんか目切って縫ったのを覚えてるんですよ、目蹴られて。うん、だからすごい覚えてたんですよ。あ、ここやったことありますってなって、だからその時なんかこういい試合でしたし、うん、サッカー専用スタジアムでしたし、うん、で皆さんが必死でこう僕に来るんですよ、スポンサーさんたちがもう。うん、もうこうでこうで説明にでありがたいじゃないですか。でもそうだからまあなんか力になれればいいなと思って 90% ぐらい決まったんです自分の中で。うん、であと 10% なのって言われたんで、いや嫁に言ってねっすって。なるほど。嫁がなんて思うかですね、あとはっていう。もうでもやっぱりもうね、ほんと39でしたし、まあなっていうのはあったですね、自分の中でも。もうセカンドキャリアのことも考えないといけないのかなと。で、J ウィルその年で行ってどうなのかなとか。でもやっぱりでもサッカーをやりたかったですし、なんかね、そういう力になれればいいなと思って行って、まあ最初途中から行って上がれなくて、で、次の年上がったんですよ。で、よかったなと思ったら、降格制度ができたんですよ、いきなり。おいってなって。うん、まあそんな感じで、そうですね、まあ、まあ20年はプロとしてやらせてもらって、でちょうど40、はい、で41で辞めたんですけど、でまあ塚野はいつもなんかこう本当面白くていろんなこと考えてるんですよね。で突拍子もないこといきなり言ってきたりするんですよ。で野人スタジアムできたのもそうですよね。僕なんかもう、なんかスタジアム作りたいっていうのは聞いたことあったんですよ、昔。あの、塚野が。夢があるんだよねって言ったら、なんか一個土地もらってさ、ってな、もう聞いてたんですよ。そしたらまた僕呼ばれたんですよ。あの、ちょっと他の事務所来てくんないって言われて。
ってな、何かなと思うじゃないですか。嫌じゃないですか、結構選手って呼ばれる。そうね。いきなりなんかパーンってパソコン開いて、スタジアム作ることになったんだよねって言うんですよ。はって言って、どういうことですかって言って、でこれさ、野人ってつけていいかなって言われて、でちょっとそれはちょっと待ってくださいと、それっていろいろ問題が出るかもしれないから、なんかもう やらしい話じゃないですか、もしくはお金が僕がいただけることになったりしたら嫌だから、ちょっとそれはちょっと待ってくれと言って。で、一週間ぐらい考えていろいろ相談とかして、まあでも野人だからいいかってなったんですよ。岡野だったらもう断りましたよ。うん。野人っていろんな意味があって、プロレスラーもいるし、まあいろんな捉え方があるわけですね。プロレスラーだから、まあいいですってなって。でもすぐフライデーが来て、フライデーあれはお金儲けなんですかなんて言われて、いやお金儲けだったら超嬉しいけど1円もらってませんよって。そんな感じで、まあまあ塚野はまあそうやってやって、で GM もそうでした。いきなり僕引退しても、うん、それこそもう東京に帰ってって言ったら、またなんかホテルに来てくれって言われて、そしたら GM になってくれって言われて、それはもう必死で最初断りましたよ。無理ですよ、そんなのって。で、案の定、その株主総会があって、うん、全員反対っていうね。あ、そうだ。マジで。いや、そんな野人ができるはずねえだろうっていう。あ、で、やっぱりその前もやった元サッカー選手とかもやってたんで、まあ、GM じゃないですけど、評価部長とか、やっぱりそれでまあうまくいかなかったのも多分あったんでしょうね。だからなんかやっぱイメージもやっぱり野人ってイメージがあるじゃないですか。だからざわめきますもんね、うん、あのサッカー界が結構僕は GM になっちゃった。もうみんながお前大丈夫かって感じ。それはそうです。僕だと思いましたから、自分が。まあ俺も思ったけどね。それみんな思ってた。思って失敗だったよ。え、バブ、それは聞いたとき、やっぱり思ったっけ？いや、思いますよね。桃加野さんが。スーツ着てね、仕事するっていうこと自体が。だってパソコンがまず開けないですからね。うん、今は？今はまあまあ、そのメッセージぐらい持って帰る選手になりますね。最初の頃なんかもうパソコンなんかいじったことなかったですし。まあ。一応今一応新しい、コメントが来たんだけど、軽く放置しますんで。はい、軽く放置しますんで、こうあのアピールプレイなんで、ちょっとあの放置しますけど、野人好きな人がいて、ちょっと軽く放置します、はい。僕はこれだけ野人が好きなんですっていうアピールがあるんですけど、結構そういうの僕は僕は苦手なんで。いや、全然僕は何も気にしないから大丈夫です。僕は結構そういうの苦手なんで。あのもう皆さんに、あの本当 にこういうふうに僕が強くなったのは、本当にお二人のおかげだと思いますよ。いや、大体、やっぱり、厳しいところで僕らは ね、やらせてもらった。今、本当にそれがありがたいことになってるんです。本当にこれは嘘ではなくて。だからもう、多少のことの SNS とかでは全く何も思わないですね。そうだよね。だって昔行動できましたから。そうだね。あんな誰が書いてるか分かんない書き込みが何にも思わないですもん。だってあの、まあ面と向かって誰か分かるもんね。まあ面と向かいすぎですけどね。でも俺結構見てね、岡野初ゴールも見てるし、名古屋。はいはいはい。いやいや、もうだってもう吉澤さんに関してはもう本当に僕びっくりしたのが、代表を僕初めて選ばれて、あ、サウジアラビア、サウジアラビア行って、もう何さ、もう日本って唯一聞こえるぞ。朝日さんと吉澤さん2人で日本のユニフォーム着て、サウジアラビアの真っ白の中に2人だけ日本ねえ、ポーンってやってますもんね。ありですね。知ってんだよ、それ。それ知ってるんだよ。見てるんだよ、それ。嫌だよね。帰って俺らの方が人数少ないから見られちゃったからね。
よ。そりゃそうですよ。でさ、試合前にさ、はい、あの、砂嵐来たから寒くなっちゃってさ。ああ、そうありましたね。試合前にさ、いや、ほんと寒くなんだよ。太陽隠れちゃうから。ほんで、わ、寒いなぁと思って、試合もやられちゃうしさ。で、練習試合やってさ、練習時間、おかもが出てさ、あれだったんだけど、練習試合で、あの、俺と同級生の磯貝博光くんが、相手選手と、岡ちゃんがレフリーやってたんだけど、はい、相手選手がちょっと削ってきたら、こう、いきそう、ペンって唾かけてね。いや、やった多分は相手の方が悪いよ。でも、磯を落とすのかなって、ペンってヒロミとペンって唾つけて、で、それが最後の代表のゲームで、俺はもう彼の最後の代表のゲームを見とったっていう。いや、本当に。もう、そしてこの、FUG フットボールアンダーグラウンドにも磯貝博光くんは多大なる協力をしてくださった。あ、そうですか。ね、そうですよ。あの、うん、ぜひね、あの、レジェンドも。だって、あれでしょ？バブとか一緒に練習したでしょ？やってましたよ。磯貝さんは。僕一回、まあ、こんなことなんですけど、競馬連れてかれましたからね。二部連中の、あれですか。行くか、みたいな。はい。いや、何考えてるかわかんない。もう宇宙人ですよね、あの人でも。そうですよね。で、いや、でも、俺なんかは、やっぱり、まあ、好きだよ、すごい。超ハートフル。あの、うん、講演会頼んだことがあったの。うん、頼まれて講演会を頼んだことがあって、でも別に、お礼がじゃなくて、それは、ひろみつくんが行って講演するわけじゃない。終わったときに、いやなんか振り込みなんだってって電話かかってきたわけ。うん、あ、そうなんだ。あの、いや、取っ払いで渡せなくて悪かったね、みたいな話を俺したら、後で渡すねってからか。何言ってんだろう。何言ってんのって言ったら、いや、渡すよってわけよ。いやいや、俺は何もしない。あの、知り合いに紹介しただけなんだから、それはあなたのお金なんだか、あなたが使ってったら、いや俺はそういうつもりじゃなかったんだけどな、くらい言って。いや、いいよいいよ、何言ってんだよって。で、また後日電話かかってきた。今どこにいるって、俺たまたま東京にいたんだけど、あの、渋谷にいたのかな、それ。嘘、渋谷じゃない。渋谷じゃない。恵比寿とかにいたんだな。そしたら、今から、じゃあ俺ちょっと、何時に終わるって言って、じゃあ近くにいるから迎えに行くよって、ずっと車待ってんだよ。律儀ですね。リチギ、それで俺なんか板橋かなんか行ってさ、彼もお酒も飲まないからさ。ああ、そうですね。お酒飲まないから、ファミレスでこんなでっけえスイーツ二人で食いながらさ。お金みたいにから、お金いらないって。ごちそうになっちゃったけど。すごい優しい人。で、今もずっとそういう感じで、いいタイミングで連絡くれる人なのよ。なるほど。だからね、俺がこうくじけそうな時に連絡くれるの。俺の方がいつも助けられてる。うん、このコロナの時でもそう、この前もどうしてるとか言って。だから、もうなんか、YouTube うまくいってるみたいな。マジで YouTube うまくいってるとか出てよ、今度って話なんだけど。もうぜひ出てもらいたいんだよね。当時の、その、結構ね、レッツの時の練習の話とかするよ、彼。うん。だから、石井俊也の話とかさ。石井ちゃん。あ、だから、うまくなったんじゃねえのとかって話とかするんだけど、間違いねえな、みたいな話で。で、ほら、後で聞いたら、あ、ちょっとそのね、レッツの選手の中でも、いろんなタイプはあるんでしょ、まあ、ね。そうですね、まあ、他の番長を筆頭に。ね、こう、俺はそういう本作りてえなっていつも思ってたもん、こう。そう、選手相関図。もうでもトップにはさ、岡がいるわけよ。いいじゃん、それ。面白いでしょ。うんうん。でも、いや、俺ね。浦和はあんまりなかったことですよ、多分浦和選手は。他のクラブに比べると。いや、分かってる。分かってるんだけど、それは、
バブが多分ノーって言わないけど、王国を築いたのは岡野だから。まあそうですね。あれ間違いないね。あれ野人の国だよな。いや間違いないじゃないですか。若手を、ね、あれはね大島がダメですね。ファンタジーじゃないですか一番。一番ファンタジー。ファンタジーですよ、あの人は。あの俺結構さ取材で当時は大原もよく行ったからあれなんだけど何があったか分かんないけど吉田さん。なんだかわかんない普通の日の練習なんだけど岡急になったらさ寄ってきて吉田さんあいつなんか多分ストレスがあって喋れるところも多分なかったあの野郎がって誰の話だったら大島なんだけどあいつは もう大切な人のところ連れていけねえんすからとか言ってどうしたのとか本当ダメなんですよとか大事な人のところ連れてってんのに悪態つきやがってとか、はい、俺全くわかんないじゃんでも仲良くしてんのこれしてそうなのかあいつは本当ダメですよ大事なところには連れていけませんとそうなんですよ、ね、本当そうですよすごいですよあの人は本当いやいや聞きたくないよ聞いてから話せないでしょっていやまあでもすごいねあれですよもうこの間久々に一回あったんですよね、コロナの前ぐらいに。もう全然大人になっててびっくりするぐらいですよ。いろいろマリンスポーツみたいなことやったりとか、いろいろやってて。ごめんごめん、バブバブ、はい。バブ、このね、端っこのところに、はい、あのちょっと千秋が映っちゃってたから今。あ、本当ですか。このね、このちょっとある三角形のこの小窓くらいのところは、こうやって動いてたりした。化粧してないから出れないって言ってますよ。いや、今、ゆっくりでここ映ってたで、これ。さっきからね、酒飲んでるんですよ、台所で。いや、飲んでないから。飲んでないよ。シュンゴロソーセージはどうなの、最近。シュンゴロソーセージは最近全然活動なしです。もう、全然できないですね、活動ね。いや、だから、今回のやっぱり一番のライブのね、パパ活動目的は、はい、今回のライブはマジでもう、物販ですよ、僕らは。です ありがとうございます。もうまず野人プロジェクト。ね。まずホームページで、野人鳥肉とかって入れれば出てきますから。はい、カニとか言う。野人プロジェクトで出てくると思います。野人プロジェクト。カニとか言ったら、パーンとそこ出てくるんで。はい、ぜひぜひ。もうだってもうシッカムさん今おっしゃってるでしょ声が聞こえますじゃなくて、シッカムさん、そんなことどうでもいいですよ。もう押してるでしょ、今。肉にしました、魚にしました。大丈夫ですよ。あの、非売品つければ絶対買いますから、この人。お米もお買い得だ、お米も。あ、お米ね。お米買って、お買い得だ。今回。うん、美味しいですよ、お米。旬ごろソーセージもそろそろ、やっぱり皆さんリクエストもう一回してもらいたいですもんね。そうですね。そうですね。ね、でも僕も一回だからそのソーセージのなんか販売の時にこれおおちょっと行きたいんですよ手伝いに手伝いに来てほしいねえそれ動画撮っていいどれいいぞぜひぜひ動画撮っていいそしたら、はい、FUG の全部もコラボでチュンゴロソーセージが、はいあ、やろうよ、それ。で、そこに、うちの嫁が一回手伝いに行かしてもらってるんだね。あ、そうそうそう。これまだね、あの、これ、野人母はしてんよ、民子さんは。うん、ああ、民子、はいはいはい。民子さんはしてんよ。電話番号も知ってっから。あの、電話する勇気がないだけで。電話してみたいなと思って、野人の母ですって、ね、下手に聞きたいなと。でも野人のやっぱ妻ですわまだうんまあそうですね紹介してくださいあもうぜひぜひ優子さんですねで、ね、娘もいるんでしょえ野人の娘もいるあ言いますよ今中3でも今度高校になりますけど中3なんだあじゃああれだねバブンチの息子とちょうどいい感じだねですね。お願いします。だって僕が挨拶するから結婚して。いやいやいや。
これがもう親戚になったらめんどくさいな。シャインマスカット買ったらしいです。ありがとうございます。でも今、すいません、そうだ、シャインマスカットは完売になってしまったんで。うん。多分、ありがとうございます。なるほど。シャインマスカット。一応、あの、ギャグのところは全部カットしました、僕が。あ、そうなんですか。この人は、今回はちょっとオフサイド行為があったんで、基本ここで出ないようにです。ここで出ないようにです。すごいですよ、でも。あの、カウント今上がってきてますからね。みんなこれどっかで聞いてんだよね、これ。あで、多分ね、みんな45分ぐらいからやっと入ったんだよ。うん、岡野入れねえだろうって話で。なるほど。この、あれですね、後ろ、部屋変わったんだよね、これね。どうですか？はい、ズームやったとこと違うよね。いや、同じですよ。同じやん。同じです。で、ここにユニフォーム飾ってて。あれだって俺ず、あれ、ユニフォーム着ててくれたんだ。まあ、最初の時はまだ、これ、飾ってなかった。で、いつもあれですもん、あの、せんべいのカンカンに入れてたんですよ。ああ大事な、大事なユニフォームを。さすがに皆さんに怒られて、ちゃんとした方がいいんじゃない、うん、で、まあ、家引っ越したのもあるんですけど、うん、今までそうだよ賃貸だったんで、壁に穴開けれなかったんで、うん、やっとこうやって飾れるようになったというか、はい、今日は何飲んでるの？今日ハイボール。今日はいつも最近ハイボール。バブは？僕は今日は二日酔いなんで、お茶です。千秋は何飲んでる？チアキはもうウイスキーじゃないですか、あいつは。チアキ、化粧して出てこいよ。早く出てこいよ。ノーブラですよ、しかも。ごめん、ごめん、ごめん。そこいらねえよ。それ、なんて言ったらいいの、俺ら。大丈夫です。見たくねえよって言ってくれる。いやいや。いや、ちょっと俺見たい気もすねえ。いや、やめた方がいいですよ。入っちゃいますよ。その情報いらないな。いや、余計なこと言う。岡野さんのさ、じゃ気になってるのが、岡野さんのハイボールが全然減ってかないんだけど、継ぎ足されてるの、自動的に。減ってるよ。俺自動的に継ぎ足されてるのかと思ったの。じゃあ、ここにこ缶が置いてあるから。ああ、なるほど。入れてんだよ、こうやって。だって今、氷がないから、ちょっと一回取り行こうと思って。大丈夫ですか？大丈夫ですか？取り行ってください。はい、すいません。これ、誰かね、この、格闘家っぽいよね、この写真。私もちょっとコーヒー追加。春五郎ソーセージ、やっぱり。はい。ちょっと、やりたいね。なんか。そうですね。なんか、それもまたちょっと面白いかもしれないですね。あ、そうだ。ありがたいですね。今井店長が、止まっちゃってるんですよね。すいません、豆食べてて、ね。コロナのあれで、ちょっと、なかなか。どうなんですか、ディキさんなんかもやっぱり結構、厳しかったんですかね。コロナ期間は、やっぱり。まあ今もそうですけどね。リッキーはさ、うん、あ、でもそうね、お店閉めてるとこあったからね。はあ、大変ですよね、だからやっぱそういう意味では。なんだ。ありじゃないと思う。これありじゃないと思うんだよね、これ。自分でやったんじゃないですか、岡野さん。なんかちゃんとライブ部屋になってますね、岡野さんね。こういうよく出ますもんね。はい、あ。やってます。な人と。うん。でもなかなか今日のライブは深いね。そうですね。ちょっと出だしが落ち着いて出てきちゃいましたからね、岡野さんが。ちょっと。で、おまけに、想像以上の内容が聞けちゃって。とりあえず時間があるときに活字にしようと思うわ。はいはい。うん、活字にしようと思うわ。
そう、ちょっとそのレベル級の話だったですね。だってもう俺行きたいもん、サントス。だって見なきゃ分かんないじゃん。そうですね。ブラジルね。200ってちょっと異常ですよね。本当に。だから、だってもうバズるよ、レオは。まあそうでしょうね。もうこれから、ますます。どうですか、その専門家の目から見て、元プロサッカー選手。はい。いやいや、もうレオナルドはすごいですよね、やっぱね。動き方とか、そのボールもらう前の動きとか、やっぱこう頭がいいですよね、やっぱりなんかね、一度引いてからこう入ってくるとか、まあなんか、うまいですよ、やっぱり、あのレオは。あの、海外サッカーよく見てるでしょ。まあ、今よく見てますね、ダゾーンを。いやいや、あの、レオ。はいはいはい。だから、結局彼はやっぱトレンドもちゃんとやるわけよ。岡が戻ってきたら言いたいけどさ、俺はもう最近ゴールより何よりも、まあ多くのレッツのサポーターの人も思ったと思うんだけど、はい、もう大分戦のさ、試合終盤にさ、前からガーって走っていくの、俺はダブったね、岡の。そうですね。やっぱね、ああいうのをするとやっぱり。ずっと入ってます。そうですね。ふっと入ってくるんですね。マイクがオフになってる。そう、ミュートになって気になったってさっき押しちゃってんだよな。押してるよ、音出ないんじゃないの、岡野さん。出てない？あ、出た。出てる。はい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 。この前さ、はい、レオがね、大分戦、はい、試合終盤で、試合のもう、タイムアップ直前くらいにさ、前線からさ、すんげえ深くダッシュして追ってさ、しびれたよ、俺。そうですね、だから結構こう、ガイナレの時もそうでしたけど、結構、ディフェンスも頑張るんですよね。頑張る。それでキーパーのバックパス必ずガーッと置いてるじゃないですか。それさっき出てきた言われとかは、もうあれに超しびれちゃって。やっぱりああいうところがなんかすごく僕も見てて気持ちいいなと思ってて、だから、すごい頑張ってますよね。なんかもう、なんか毎試合毎試合なんかどんどんたくましくなってるように見えますね、レオは。そうだね。だからあれで、多分サポーターが、今コロナで入れないじゃないですか、なかなか。あれ、サポーターいたらもっとやりますよ。でしょ？絶対燃える男ですからね。そんな、サイスタでやらないわけないよね。やらないわけないですね。もう彼は本当そのためにチャレンジしに来たと思うんですよ。もちろんガイナーレもあのレオ人気があって、でもやっぱりこう、規模的には浦和みたいにはいかないので、でもその中でもやっぱりこう、本当に戦ってましたし、で何よりも僕はなんか浦和行ってなんかこう、プレイスタイルとかどうなのかなと思ったら、すごい合ってますね。なんか、そうだよね、なんかハマってる感じはしますよね、うん、今のところはすごく。で、まだ若いですし、全然伸びしろあるんで、どんなプレイになるかな。さっきちょっとワシントンの話してましたけど、わしは僕が会った時30歳だったんですよ。レッツで一緒にやった時は僕と同い年だったんで。ああ同い年？同い年です。僕とわしが一番年上だったんですよ、あの時のレッツは。それで、レオなんかまだこれからですし、もうどういうふうにやっていくのかが楽しみですし、なんかこうやっぱ浦和のカラーというかね、すごく合ってんだなっていうのはすごく思いましたけどね。まあただ本当にすごいやっぱりこう自分のことをすごいアピールするんですよ、レオは。だから最初なかなか溶け込めないのかもしれないですね。うちの選手もびっくりしてましたから。そう、もううわーっと怒るんで、
で、僕はそれが欲しかったんですよ。うん、昔のトゥーリオじゃないですけど、うわーって思った。でも、したら、これ、フォワードのレオがうわーってやるんで、後ろの大人しかったディフェンスの子たちもうるせえよって言い返すわけですよ。うん、でもそのディフェンスがうるせえよって言い返したってことは、自分らもやらなきゃいけないんですよ。でもレオは点取っちゃうわけじゃないですか。だから、うるせえよって言ったから守るしかないです。だから、すごくいい肖像効果になったというか、本当にハーフタイムも喧嘩になったりしてたらしいですね。僕は見に行ってないですけど、なんかその、あの控え室は知らなかったですけど、もうペットの投げ合いになったとか、ペットボトルとか。だからそれぐらい、やっぱ彼が来たことによって、みんなが熱くなって、で本当にいい肖像効果になって、俺らもじゃあやってやる、見てろお前みたいな、お互いにいい意味で、チームが強くなっていきましたね。あの、本当に、すごい、あれはパワーを感じましたし、だから今もうちはそのスタイルで、あの、そういう選手取ろうって言って、日本人の選手でも若い子を取って、もう本当勝負しに来てくれる子を取ってます。で、うちから、うん、いいチームから声かかれば、もうもちろん、あの、行かせるし、まあ、うちと一緒に上がってくれるのは上がってくれればいいしっていう、そういうチーム目指そうって言って、やっぱり彼のはすごくやっぱりうちにとってはいい見本になったというか、うん、その選手が本当にまだ J1 まで行って活躍してるっていうのは、うちの一緒にやってた選手からしたらすごい自信になるわけですよ。あ、まだいるもんね。はい。僕らも行けるんじゃないかっていう。はい。だからそれはすごく、やっぱ彼はうちに残してくれたことはすごく大きかったし、で僕は嬉しいですよね。ガイナーレ鳥取、超いいチームじゃん。いやいや、もうでも、本当にうちなんかちっちゃいクラブなんで、まあ本当にみんなで作ろうって言ってるんですよ。だから僕が GM とか塚野が社長とか関係なくて、もうみんなが同じとにかくスタイルで同じ目標に向かってこういうチーム作っていこうと、でスポンサーさんにも僕は言ってます、こういう今チームを作るからぜひこういう目で見てくださいと。もちろんペルとかレオが活躍したんでブラジル人のチームと思われてるかもしれないですけど、そういうのではなくて、とにかくもう鳥取でもう戦いに来たと、そういう人をやっぱり鳥取のやっぱり土地柄とかもそうですけど喜んでくれるので、本当に一生懸命走って前から追うとか、はい、ズバリね、はい、例えばこういう話、今度はその あなたが別にオファーを受けたらどうなんだ、レッツオファーっていうのはレッツからですか、例えばレッツから選手ですか、選手じゃないのね。またやりたいですね、選手。いや、絞ってからさ。いや、それは、まあ、タイミングもあると思いますし、やっぱり僕は、やっぱりこう、今、やっぱりこのガイナーレっていうところで、いろいろ勉強させてもらってて、で、いろんなスポンサーさんとかもやっていただいたり、いろんな人に協力していただいてるんで、まずやっぱり J2 に、復帰するっていうところをしないと、うん、中途半端でまたじゃあどっか行きますとかやってしまうのは、僕はあんまり自分のなんか性格なのかあんま好きじゃなくて、やっぱりちゃんとお返ししてまた次のなんか目標があればそちらにタイミングよくどっか話があれば行きたいですし、別にあの、もう何もなければ、それこそまたリキでアルバイトさせてもらったりとか、バブンのこの、あの、ソーセージで雇ってもらったりとか、何でもいいんですけどね。ただ、まず今やっぱり、バイナーレンを、J2、やっぱ皆さん気にしていただくようになって、うん、やっぱそこで僕が中途半端に、うん、まあ、クビになったらしょうがないですけど、クビになったらそれはもうしょうがないですけど、それまでは、うん、やるべきことをまず自分ができることを精一杯もうやっていくしかないなって今は思ってます。まず一つのやっぱりことをちゃんとやらないと、そのなんかいきなりビッグクラブにじゃあ声がかかりましたって言ったところで僕は結果出せないと思ってますよ。はい。まずここでやるべきことやれないのにできるはずないですね、それは。渡辺さん。はい。そういう中で、ガイナーレ鳥取。はい。まあ、現在13試合戦って、はい、勝ち点27の3位ですよ、はい、今、はい、今年は
そういう意味で言うと、なんか、ちょっとドキドキするシーズンになりそうじゃないですか。まあ、そうですよね。だから、鳥取もね、あの、監督もね、僕の後輩なんですよ。あ、そうなの今。はい、そうなんですよ。なんで今年は今年は、はい。日大違うんです、市船なんですよ、それは。市船。はい。ファミリーの方ね。そうです、そうです。日大だとグループの感じがするんです。そうですね。いや、日大、はい、日大問題ばっかり起こしてますからね。そうですね。まあ、危ないですね。もう、そういうことね。市船はね、ちょっとそういう風と、日本サッカー界のちょっと、ファミリー感がすごい強いんで。はい、そうですね。監督もちょっと多いんでね、結構ね、今。多いよね。多いそう。恩師も含めて。ああ。結構いますね、今ね。みんな、なんかね、その、松本山川の調子が良くないっていうことにみんな触れたくなる。ああ、もう敏感ですよ、本当。怖くて、しょうがない。早く勝ってくれ、早く勝ってくれって。でも知ってんでしょ、こうすれば勝てるって、みんな。おかみんな知ってんだよ、一部だね。あの、布先生がどうすれば勝てるか。ああ、もう間違いないですね。で、布先生も知ってんだけど、そのやり方は使えないんだよな。はい、それはそうですよ。もう今絶対ダメです。今絶対ダメです。今の時代ダメですよ。僕らみたいな性格だから、そういうのついていけるんで。そうね。逆にやってやるぞみたいな。ね、はい、だって、布先生、昔、あの、あれでしょ、ゲームセンター嵐みたいに火が出たんでしょ、ここ。いや、もうすごいですよ。めっちゃですよ。炎の駒みたいなのと同じようにこう火出たっていう話なんだ。いや、もう腕時計が飛んじゃいますから。それ誰が拾うかでね。バンドしてるのに、誰が拾うか。もうすぐ飛んでっちゃうんですよ。緩まっちゃっても。いや、ね、もう俺だったら本当強いんだろうね。あ、今日はね、小池さんが来てますよ、小池さん。これはあの、ストライカーの編集長、うん、この人はストライカーの編集長だったんですよ。ああ。小野さんとバブさん、やっぱり選手とはゲストオーラが違いますね、とか。いや、そうじゃないですけどね。あの、小池さんは、あの、僕らほら、あの、岡はね、チーム関係者だからだけど、俺たちは関係ねえから、いつもトトやってる。で、あの、勝手に、グラウンドにも出てない俺たちが、勝手なことを言って、予想して、あの、本当に当てて、大金持ちになろうっていう、夢のような企画をやってんの、いつも。そうすると、その小池さんはストライカーの編集部の編集長さんだったから、やっぱね、違う着眼で言うわけですよ。はいはい、この人はあの、ね、新幹線通勤であの、静岡から通ってるの、東京に。いやー、大変だ。うん。さらにね、大分は清水では勝てない。なんでって言ったら、移動が大変だから。移動が大変だから。でもね、ここでやっぱ今日聞くと、ああ、そうなんだなって。鳥取の人はそんなこと言ってはうるせえって、それが当たり前なんだって言って、教育してるわけでしょ。いや、教育はしてないですけど、まあ大変なの分かってて来てもらってるんで。結局、だってやってたわけでしょ、それは。余裕でやってますよ。だからそれを言い訳にするなって言ってるんですよ。なるほど。はい。なんかね、選手と岡野 GM が話してるところも聞いてみたいね。いやいや、僕はでももう、はっきり言って今ほとんど吉野がやっぱりそばにずっといるんで、もう吉野がもう厳しい。僕は吉野に言うんですよ。うん。で、僕はどっちかっていうと選手とは風通し良くしてます。何でも相談しやすいように。うん、なんでかっていうと。森さん？はい。森さん？まあ森さん、まあ森さんもそうですけど、犬飼さんもそうだったんで。女混ざったらもっとすげえじゃん。いや、だからその選手が例えばバーベキューやりたいと、うん、でもお金がないじゃないですか、J3 の選手だから、じゃあ何とかしてくれませんかって言われ、分かったっつってその代わり次の試合頼むぞって言って、そういう、だからやっぱりこう言いやすいようにはしてます。選手がどうしても悩みがあったり絶対あるじゃないですか、やっぱり慣れてない土地柄ですしね、やっぱりこう田舎なんで、
こういうのがどうしてもとか、うん、あとは、うん、まあ、ブラジル人がこの間も相談してきたのは、奥さんが子供生まれたんですよ、うん、で帰りたいって言うんだけど、コロナで帰ったら帰ってこれないですよ、日本に6ヶ月、うんうん、じゃあ6ヶ月帰ってこれないってことは、もうちょっとあなたのこと切らないといけないと、うん、僕は帰ってほしいと、それは奥さん家族一番大事だから帰ってほしいんだけど、うん、今帰っちゃうと日本に戻ってこれないから、そうなると契約切らなきゃいけなくなるんだよっていう話をしたりとか、うん、でもそういうふうに何でも言ってくれるような方が僕はいいんで、うん、やっぱり、まあ、その前までは結構厳しくしてたんですよ、僕も。結構選手のそばにいたんで、バスも一緒に乗って帰ってきましたし、うん、初めて感じましたよ、僕選手の時とか負けてね、僕らが試合して負けてなんか、笑っちゃいけねえよねみたいなバスの中あるじゃないですか。うん、で、鳥取遠いから、試合終わったら8時間、9時間かかって、朝の6時ぐらいに着くんですよ、鳥取に。うん、ナイターでも帰るで、バスで。うん、ああ、止まらない。はい、で、長野から、長野県から鳥取まで帰るんですけど、負けるんですよ。で、僕、監督とこの前でこうやって座ってるわけですよ。8時間ね、シーンとしてるわけですよ。だから僕も喋れないじゃないですか。あれも辛かったですね。ああ、すごいね、その経験みたいなの。いや、本当にあんな経験なかなかできないんで、もう本当に大変でしたけど、まあいろいろやってきて、今はその吉野がすごい頑張ってくれてるんで。友が。もう吉野がもう厳しいです。怖いですよ、吉野は。トモが怖いって言うと、トモったら、まあ、やっぱ優しいやつでさ。優しいですよね。でもやっぱり、いい意味で厳しくしてくれてて、うん、本当にその調子乗ったプレーとかすると、もうすごい怒りますし、やっぱり僕らはまだやっぱ J3 っていうカテゴリーなんで、選手たちも調子乗っちゃいけないんですよ。もうとにかく一試合一試合、もう本当に、決勝戦のつもりで、もちろん J1 もそうかもしれないですけど、やっぱ僕らはもっともっとやらなきゃいけないです。だから、うまい、格好つけたプレーは絶対やるなっつって。とにかくボール、もうはっきり、もうボールを失ったら取り行けっていうのとか、やっぱり自分の中でリアクションして、相手を圧倒しようとか、こっちが構えることは絶対しない試合をしよう。で、それが今年は、すごくハマってるというか、そういう選手が集まってくれたというか、それは本当に監督、まあ、現場と、まあ、フロントもそうですけど、もう全部同じ思いで今戦えてるんで、スポンサーさんもそういう目で見てくれてるんで、そこはすごく良くなったのかなと思って、スポンサーさんも怒ってくれるんで。うーん、パパ活やんなきゃね、俺ら、鳥取の。いや、でもね、今年は本当に狙えるんじゃないですか。そうですね、今のままで行ってくれればいいですけど、とにかくもう、まだ折り返しまで来てないんで。でも、秋田がこんなにね、正直、突っ走るとは、夢にも、そういうふうに言うと失礼なんだけれども、ね、絶対止まると思うんで、はい、なんか本当に、あと2、3試合後に当たりますよね、はい。そうですね。だからもう、それまではとにかく今の感じで行って、そうですよね。とにかくやっぱりこう、本当にサッカーってちょっとのことでチームって崩れるんですよ。はいはい。だけど今うちがすごいいいのは、途中から出た選手とか、初めて先発で出た選手とかが、俺らが出た時に負けれないみたいな気持ちでやってくれてるのは、非常に今いい流れになってるので、まあ、そこもうまく監督もうまく使い分けてるんで、ブラジル人外したり、今度はこの間は先発にさせたりとか、だからもう出た選手がもう本当にこう競争しながらやれてるっていうのは、もう本当に理想ですよね、若い選手多くて、うん、そんなにこう、本当にこれからの選手たちが、もう勝負してやるよって、もうどんな試合でもやるよってなってくれてるところが、今年は非常に今のところはいいのかもしれないですね。うん、ちょっとやっぱり2週間後、俺ら、ちょっとバブ、俺ら、バブも来てよ、ライブやんなきゃだよ、これ、俺ら、また見ながら、ダゾンで。鳥取のライバル、鳥取秋田。いや、あのね、本当に酒井選手なんか僕大好きなんですよ。小柄だけど、頑張るじゃないですか。はい。
U17。また知ってんだぞ。また知ってんだぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう。U17 ワールドカップの時なんかも、うん、本当にすごいいい選手いるなと思って、その選手が今、鳥取で中心で出てるじゃないですか。はいはい、だ結構、僕はボランチの選手好きなんで。知ってる、みんな。そうそう。ついつい見ちゃうんですよね、彼を。うん、はい。大城圭はどうですか、頑張ってる？ああ、そうです。いや、頑張って、いや、すごく頑張ってくれてます。はい、で、はいはいはい、全然出番来ると思います。この間も吉野で話して、もう絶対チャンス来るんで、もうやっぱりいい選手だって言ってますし、うん、やっぱり僕も最初、練習試合、そうですね、リーグが始まる前ぐらいに練習試合見に行ったんですけど、やっぱオーラが違いましたね。やっぱり J1 オーラがあります。あるんですよ。あれ分かるんですよ。ピッチに立った時にオーラが分かるんで。やっぱ立ち振る舞いに余裕があるんですよ。うん、だからその辺はやっぱりすごいなと思いましたし、でも全然やっぱり跳ね返す力はすごいあるって言ってたんで、もう本当に大事に、もうここっていう時は出ると思いますから。いや、ちょっとね、言ってるんだよなと思って、まあ、本当武者修行じゃないですか。はい。裏、まあ、彼は沖縄から出てきて、はい。で、裏で寮生活して、プロになって、うん、まあ今、鳥取で本当に大人になるタイミングじゃないですか。まあ今 GM にその言葉かけられたらたまんないですね。いやいや、もう全然もう僕はもう、とにかくやっぱりこう、まあ僕がそうだったんで、まあバブはよくわかってるかもしれないですけど、うん、多分大学ぐらいから話されたんですよ、サッカーの世界では。だから僕は誰にでもやっぱチャンスがあると思うんですね。うん、別にその出身がどことか、うん、ユースを出なきゃダメだとか、うん、僕はそういうの嫌なんですよ、学校みたいで、うん、プロはプロなんで、うん、やっぱりそういう素材を見つけて、うん、もう本当にうちに合ってる選手だったらもうぜひ来てほしいですし、まあレオなんかもそうでしたけど、どうなるかわからないんですけど、うん、でもやっぱりこれはと思って選手はやっぱ来てもらおうっていう、まあそこがすごく現場と一致してるんで、監督がこういう選手取りたいってなった時に来たら本当に間違いなくそういうプレーしてくれるんで、うん、で今田口君っていうのが四日市から来たんですけど、はいはい、ね、高校から、うん、で最初まあねバブも知ってますけど、日大の僕の部屋っ子だったんですよ、監督が四日市の、うん、井村さんね。で連絡があって、で、なんかこういう選手いるんだけど、なかなか J リーグに引っかからなくて、でもどうしても勝負したいって言ってる選手いるからって、じゃあ練習参加すればって言ったんですよ。うん、あとはもう俺が決めるんじゃなくて、現場が決めるからねって。現場がいいと思ったら取るからって言ったら、もうなんか完全にハマったらしくて、で、取ったら一発目でゴール取って。もう今でも、もう試合、もうほとんど出てますけど、もう出るたんびに活躍してくれて。そういう人を、やっぱりそういう選手を集めないといけないなっていう。若いね、もう19歳。19歳です。いい選手ですよ。うん、いい選手です。もう絶対良くなると思います。もうもっともっと上のレベルでもできる選手になると思います。やっぱ姿勢がいいです。レオと似てます。姿勢がすごいです。やっぱ勝負してやるって動きで分かるじゃないですか、動作で。絶対ここ負けねえとか、ここ絶対行ってやるとか。やっぱり最後までやりきるとか、ああいうところはやっぱり上に蹴る選手なんじゃないかな。だからもうまだこれからって選手が格好つけたり悩んだりしたらもう終わっちゃうと、僕はもうストップすると思うんですよ、うん、まだ考えてる時間ないよって、もうやるならもうとことん覚悟決めてやるしかないよって選手がやっぱり上に行って、今度上でまたレベルの高い選手たちやって、そこで考えるようになるんで、それまではもう僕は必死にやるしかないと思うんですよね。なかなかさ、そういうふうに言ってくれる環境っていうのは、うん、日本はないんだよね。うん、なんか、特に J カブなんかは、反をしてるような選手、まあ、そう言いつつね、さっき言った大城選手みたいに、はい、特徴があるから、やっぱプロ、その中でプロになってんだと思うんだけど、いやー、なんかさ、
ね、パパカツ、俺らはこう浦和の町にまあ住んでるわけですよ。で、まあ、みんな浦和住んでたことあるか分かると思うんだけど、うん、もうちょいね、こういう話したいんで、ね、今日はね、岡野 GM のね、そのこのチーム作りっていうか、人となりとかね、すごく見えたね。あ、そうですか。ね、うん、ちょっと感動、いや、ちょっとね、感動すら覚える、今の会話を聞いてね。いやいや、あのね、うん、俺、どっかで締めたいんだけど、人、どんどん増えてきちゃったんですか、うん、今。だって、そりゃそうだよ、みんな、これ、聞きたいもん。うん、重い、その言葉がすごくね。うん、でもそれは、でもやっぱ僕は、やっぱ浦和で若い頃に入って、うん、そこを教えてもらいましたよ、それは。うん、間違いない。そういう、やっぱり気持ち、もちろん、上手い選手はもうバカみたいにいっぱいいたんですよ。もう、ななみなんか僕、同級生ですけど、バケモンみたいに上手いじゃないですか。で僕は絶対勝てないわけですよ、ななみには、うん。どうやったって、技術とか、うまさとか。じゃあ僕は何ができるんだって言ったら、やっぱり裏のあのサポーターが、僕がこうバーって走った時にわーってなってくれたとか、でプロレスのノリみたいに行くぜってわー楽しくれたとかっていう、でもエンターテインメント、もちろん勝つことも大事ですけど、エンターテインメントはエンターテインメントじゃないですか、僕らも。やっぱり何を求めてるんだ、ここの人たちは何を求めてるんだっていうのは、やっぱ浦和が教えてもらいました。息子だ、渡辺亮平。え俺もさっきあれこれあれだよな、せがれだよなって前橋で聞いてんの、前橋で聞いてんの、あ、そういうことですか、聞いてくれてますよ、あ、なるほど、頑張ってね、ありがとうね、ガイナーレ来て、ガイナーレにね、もちろん行かせてください、まあ、もっと上行った方がいいか、もっと上やっていいでもほら、こんばんは、野人岡野ジェーム最高です。深い感銘って。いや、一芸に秀でたスタンドを沸かせる野人のような選手を集めたチームを J で見たいです。うん、もうほら、もうみんな書かずにいられなくなってきちゃってるから、ね。そうそう。いいですよ、書いてくれて全然問題ですよ。うん、あ、そう、岡さん、その後ろにいるその写真の人は誰なの？あ、これですか？これマイク・タイソンです。おぉ全然違う。ああ。マイク・タイソン。なぜタイソンなのかちょっと。もらったんですよね。タイソン。なかなか見ねえな、タイソン。タイソンはちょっとプレミアだよね。僕、タイソンなので。そういえばね、はい、そういえば俺、あとでメッセージで送るけど、柳川豪さんが、はい、柳川カメラマンが、先輩が、はい、横浜 FC 戦、レッツと横浜 FC 戦を取りに行ったら、たまたまこう、レオのゴールとか、レオのこういい写真が撮れたって言って、俺に送ってきてくれたの、レオに渡して、はい。で、レオに送ったんだけど、レオはあいつはメッセージは見ないみたいで。はい。でも、なんか、岡にも送っとく。いや、柳川の兄さんが、はい、なんかね、この前、そうそう、柳川さんの、この前、そう。つけてなかった。あ、本当ですか。もうぜひ。なんかシェアつけて、この前なんかこう、野人もなんとかだと。いや、僕もだから、一回本当はコロナではなければ、うん、大原に会いに行こうかなと思ってたんですよ。そう大変だね、まあ、いろいろコースがいっぱいあるからね。そうですね。裏間行くと帰れないんですよね。帰りたくない人でも帰れるのにホテル取らなきゃいけなくなりますからね。飲んじゃうからね。食べなきゃいけないものもあるしね。食べないといけないものたくさんあるんですよ。食べなきゃいけないもの。で、あそこの、でも、あそこの何でしたっけ、カレー屋さん。あ、クック。クックなくなっちゃいましたもんね。なくなっちゃった。アンサンブルでしょ、うん、あれ残念なんですけど。なくなっちゃった。食べ行ったらしいよ、大将。あれ最高に美味しかったですよね、あそこ。美味しい、最高。あとね、あれだよ、ヒロさんもそろそろ亡くなっちゃう。ヒロさんに行かないといけないですね。行った方がいい。あのね、ヒロさん、お父さんが透析してるから、透析してるから、多分週やってない時とか、短い時とかもあるんだよ。なるほど。そうなんですか。だからヒロさんも行った方がいいと思う。いや、行きたいな。
だってある意味青春だもんね、それはそれで。青春ですよ。もうあそこでよくねランチ食べて、で隣にいたおばあさんがサインくださいって書いたら大島も一緒にいたんですよ。そしたら僕にはなんか色紙持ってきちゃった。そしたら、あんたも選手なんでしょって言われて、そしたら、割り箸の、何て言ったんですか、入れるやつあるじゃないですか、あれにこれに書いてって言ったら、大島が、ふざけんな、ババアそりゃそうだよね、割り箸。捨てるためにどうせ両部屋寝ます。両部屋寝ます。寝た方がいい、ね。すごいね。それクックの事件なんだ。はい、あクックじゃなくてそれはヒーローさん。あクックじゃないのヒーローさん。はいはい、だって俺思うもんやっぱ別に YouTube じゃなくてもまあずっとオフィシャルのインタビューもやったじゃん。俺ヒロとかクックさんとかああいうところで。まあ、うなぎでもいいんだけど、そういうところでインタビューとかやりたいなって。いや、うなぎ行きたいですよ。ね、でもなんか最近すごい並んでないですか？そうね。あなたが住んでた近くでしょ。はい、はい。あそこはあなたが住んでた近くでしょ、前通り。そうですね、すごい近くですよ。はい。そうだね。あそこ近くをほら、J リーグの偉い人住んでるから。あ、そうですよね。はいはいはい。普通にあれだってすぐ近くにいるのにさ、ズームで話したりしてすげえ違和感あったりするからね。本当に今どこですかとかで、ね、今あ浦和とかっていうか、もう浦和ですよみたいな。今から行ってパルコで会いましょうかって言った方が早いんですよ。でもね、なんかあの通りがあってとか、そこが何年いたの前あそこの辺。あそこは最初だから2年ぐらいいたんですよ。で、その後に北浦、じゃあ南浦の文化センターの近く、うんうん、あの目の前のマンションに引っ越した。その時がちょうどあのワールドカップのゴール入れたぐらいです。はい、なるほど。結構浦和に住んでくれてたんで。いやー、ずっといましたよ、浦和は。もうだって最初の頃、北浦和かなんかに、あの、土田さんとか、広瀬さんとか、なんか連れてってもらったの、なんですけどね、あれ、名前忘れてましたけど。え？何度も。北浦和でしたっけ？なんかバーみたいなのがあるんですよ。コメントした。ああ。ゲイバーじゃなくて、オカマバーじゃなかった。ゲイバーじゃない、ゲイバーじゃない。北浦和。1階上がる店？いや、もう、その1階というか、普通に、ちょっとガラス張りみたいになってるようなバーみたいなのがあって、なんかそこよく連れてってもらいましたね、昔。もういろんなとこでも、もういっぱい懐かしいとこいっぱいありますけどね。まあ、時間も経ったよね。大体だってヒロさんの、ヒロさんの世界です。選手だからね。いや、そうですよね。カスマのレギュラーだからね。だから僕、全然最初だから、それこそ試合出れなくて、やっぱ昔って上下関係っていうか、プロでも厳しかったんで、で全然口も聞いてくれなかったんですよ、皆さんが。で、僕が初めてその駒場で、レギュラーで出て、トラップ入っちゃったのあったじゃないですか。4月2日のガンバを探せるな。はい。で、こうやって、なんかしないけど、こういう感じで。やったときに、初めて。いつもやってる番組で。やってないですよ。あれ、とっさに出ちゃっただけなんですよ。何でも考えてなかったんで。そ、う、れ、ん、で、初めてその時に声かけていただいたんですよ。うん、土田さんとか広瀬さんに。飯でも行こうって言って連れてってもらって、すっげえ嬉しかったです。あ、認められたというか、声かけられたってことは、そういうことだなっていう。あ、うん、
いや、あるんだよ、やっぱり歴史が。あ、これね、ほら、福、これ、あの、アビスパ福岡のファンの方なんですよ、総獣さん。ほんといい話ばかりだと思います。そして、ガイナーレも JSB も楽しみ。熱い。真面目な話もちょっと聞くだけ、ちょっと砕けた話もどちらも良いなと思います、ね。こうやってね、あ、もうあなたを介してっていうか、すげえ数にまたなってきちゃってんな。あの、また来てくださいよ。あ、もうぜひぜひ。多分ね、あの、キリなくなっちゃうから、あの、ほら、あの、もう、皆さん、じゃあ、これから、あの、岡野さんにコメント入れてください。そろそろ締めますから。リフォームが入ってきちゃった。ん？ねえ、どんどん入ってきちゃってるね。はい、どんどん入ってきて、今日はね、そうです、どうやって見てるんですか？いや、あの、管理者なんで見れるんじゃないかな。だって、俺、緊張しちゃうもんだって、人数どんどん増えてきちゃって、多分今日すげえ聞いてんじゃないから、皆さんチャンネル登録もお願いします。すいません。言ってないんだ。そうですね。あんまりそこのとこ商売系がなくて、好きな話二人でしてればいいなと思ってるんだけど、春五郎ソーセージはどこで買えるんだっけ？春五郎ソーセージは、楽天と、うん、楽天どこ？何ベースって？ベースっていうのあ、ベースって言ってます。あ、ベースね。ベースで買う。はい、うん、ベースが一番いいんだね、じゃあ。そうだよ、楽天。ベースでいいんでしょ？そうです。楽天やめちゃえねえよ、お金かかるんだから。いや、そうなんですよ。楽天はただ、なんかあれなんでしょ？ビッセル神戸って関係ないでしょ、ビッセル。そう、楽天。それか、メッセージでダイレクトでもいいよね。Facebook つながってる人だったら。それが一番いいんじゃないの？はい、もう全然。逆に。はい、ね、むしろ。それ一番手数料かかんないもんね。うん。はい、そうしよう。そう、あの、僕らもそうですよ。ツイッターとかにくれれば、ちゃんと、うん、そうそうそう。あの、ただね、あの、決済が楽なんで、ベースだと、はい。僕らも冬物、あ、岡野さん、はい。岡野さん、あの、サイズはいくつ？洋服ですか？洋服。そうだよ。L ですかね。L でしょうよ。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。僕、そうだ、今日これ着て出ようと思ってたのに、今それで気づきました。ちょっと待ってくださいね。あれ、マチティかな？そうです。マチティね。うーん。落ちちゃったからね。今日もさ、カバちゃんにあれしたんですよ。カバちゃん、毎週送ってんだけど、カバカツ。なるほど。もう、しばらく出てもらってなくて。うん、今日も、俺、ここでマチティの T シャツでき、あの、コマーシャルもできたら。うん。それはそれで。まあ、僕らは、こっちの T シャツ買ってもらいたいんですけどね。ほら、こっちの。あれ？今日は着てるでしょ？僕らこれ着てる。これですよね。これはね、今井が作った、マチティですね。はい、かっこいいね。やっぱ似合うね、赤ね。うん、これ送ってもらったんで。それ、はい、リキの人ですか？そうですね。リキの後ろもいろいろ入ってますもんね。入ってますね。はいはいはい。本当。ね、リキの人みたいですね。ここ開けばね、リキの T シャツ。そう。あの、L？L じゃないですか、そうですね。L。あの、バブとお揃いなのを送ります。ですね。ぜひ。あの、住所はバブに聞くんでいいです。はい、新居ですからね、もうね。新居の。新居ね。まあ、はい、でも新居ってか、ここしかわかんないから。ここはいつも映るからさ。このいいねよ、あの、ピカソの書いた82年のワールドカップのポスターが、はい、俺、中1だったから。そうですよね。あ、ピカソじゃない、ダリだ、ダリ。すいません、間違っちゃった。はい、はい、あれですよ。はい、もうすぐにこういう出したがりがいますよ。いや、土台出ますよ。よかったじゃないですか。宿題出るそうです。もう出るならもう毎日行きますよ、そんなの。うちの裏に住んでますか。
そう、どうしようかな、こう。リッキーに、これ、これ、あれでしょ、パパ活、これ NG でしょ、これ。NG ですね。これ超、ね、超 NG ですかね。あの、これ、FUG ですからね、僕ら、ね。わざとじゃないですか。わざとだね、これ。嫌がらせじゃないの、しっかむさん。当たれたよな、しっかむ。本当に。これ、わざとだでしょ、これ。これ、わざとだ。F が高いところにあるでしょ ?FUG。一応、あの、これ、あれですかね、フットボールアンダーグラウンドの略じゃなくて、フットボール裏はグローリーの略ですか。マジで。フットボール裏はグローリーですか。はい、あの僕ら地下組織ですからね、そういう意味で。あの、いまだにやっぱ悪いからね、この人ね。最近ね、あれなんですよ、64になったな、この人。全然見えないですよ。若いんですよ。全然見えない。64。で、僕らは、で、この人細かったじゃん。細くて髪長くて。髭生えて、グラサンして、タバコパーって振って。ねえ、悪いわけよ、いつも。こう、感じもこうやって見てるしさ。動かない感じ。俺なんかはこう、隠れないからさ。困ったら抜いちゃうだけなんですか。一応僕、あの、何キロ痩せたんだっけ ?10 キロだっけ僕ですか ?10 キロです。何、まあ、多分、うん。何期間はどれくらいで痩せたの？いや、でも、なんかこう、娘とかにも言われて、うん、パパ腹出てきたねってなって、で、僕やっぱ接待が多いじゃないですか、仕事が。しょうがないんだよね。で、なんかこう、で、まぁ、あ、ちょっと走った方がいいかなと思って、いつぐらいからですかね。1月ぐらいからちょっと走り始めたんですね、多分。うん。でも、結構やっぱり免疫があるのか、うん、走ったら結構反応がすぐ出て、体に。うん、で、まあ、2ヶ月ぐらいで10キロを痩せたんじゃないですか。10キロと結構ね、すごいもんね。結構、ね、はい。しかもそんな、体重は、はい、測ったら、現役ぐらいになりましたね。決めました、今。あ、決めたのか。いや、決めました、僕は。僕、決めました。走る。いや、ちょっと俺ね、まだ走れないんでね、首のことがあって。そうか。ああ、そうですね。なんか、事故に遭われたんですね。事故に遭って、まだ3ヶ月なんですけど、さすがに、この動きが取れないんで、年内に、残り100日ちょっとあるんで、何キロ痩せればいいかな、パパ活。俺は。俺も痩せたいんだよ。いや、俺はやるから。俺は同じだから言ったらやるから。でもあれですよ。あのね、僕ね、思ったんですよ。だから、ストレス抱えるように走んない方がいいですよ。僕、時間も測らないし、距離も測らないですよ。うん、だからもうなんか街の風景を見に行くみたいな感じで、もう本当にゆっくり、ゆっくり走って、途中で歩いてとか、で坂道だけ頑張って走ってとか、そしたらストレスにならないから、次また、また走りに行きたいなと思うんですけど、うん、これなんか時間とか距離とか決めちゃうと、ストレスになるからやめちゃうんですよ。散歩だね、散歩だよ、これ。もう散歩でいいんですよ。うん、そういうことだね。あんまりだから早く走ると、あんまり意味ないらしいんですよ。うん、だから20分以上、とにかくこう、プラ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 するっていう。うん、で、意識して、こう、なんかこの辺取れたらいいなと思いながら、こう、やってれば、もう多分、意識の問題だと思うんで。
で、あんまりストレスにならない方がいいと思いますよ。絶対やめちゃうんで。俺はあと残り100日でどうしようかと思ってて、サブチャンネルってあるんですよ。はい、今、料理しかやってないんですけど、これあの、サブチャンネル毎日アップしたいんですよ。編集とかめんどくさいんで、いつもこう数字が出るって、今日は僕は何キロです。僕は何キロです。こんな運動をしましたみたいなのを毎日あげたいんですよ。うん。あと100日くらいあるんですよ。はい。今年が終わるの。いや、もうそれやり続けるしかないですよね。散歩やっぱそこで結果が出ると思うんで。確かに。で、俺は、その、プレッシャー、そのストレスをもらわないとできないタイプなんだよ。じゃあもうやり続け逆に。だって俺、存在自体がストレスだからさ。10キロ無理でしょ、こうちゃん。今何キロぐらいじゃないですか。いや、出た。見た、バブ。この10キロは無理でしょっていう俺。だって元がそんなに重くないでしょ。重たいよ。10キロ減らすのはその体重からじゃ無理でしょ。そうですね。元がそんなにないです。はい。元がある方が痩せやすいですよね。そうそうそう。だからそういう意味、だから目標として10キロっつったらそれ無理があるから5キロとか。5キロぐらいになっちゃう。あ、うん。とりあえず。じゃあ100日で10キロ。今いくつなの？大丈夫なんですか？そんなに痩せちゃってだって吉田さん。大丈夫だよ。大丈夫。でもいい痩せ方してくださいよ。そうね、健康的な、ね。こけたのは危ない、逆に嫌なんで。待ってマッチョになるって。そう、だから筋トレも一応やってますから僕は。力いいんじゃないですか。僕は笑ってんじゃん、それ。でも、ね、俺だから。そしたら、まあ、応援してくれる？応援します、もちろん。応援してくれる、バブ？もちろんです。もちろんですよ。じゃあ、キンキンにサブチャンで毎日あげるように、ちゃんと準備して、今日から始めますってやります。はい、で、今何キロなの？今、体重測ってくる。測ってなかったんだね。だって70ぐらいから10キロ落とすのは大変だよ。いや大変ですよ。大変だでしょ。70ぐらい。いや70だったらちょうどいい、もういい、良すぎるぐらいじゃないですか。うん、僕は結局80ちょっといっちゃったんですよ。だからこれはまずいと思ってやったら、まあ10キロやってたんで70になったんで、72ぐらいになったんで。僕はずーっと55だったのに。今78あるから。そうですか。いや、カズさん、それはもう10キロ出た方がいいかもしれない。そうなの。僕こそ。でも今、その気力がない。僕もだ。いや、今ね、うん。いや、どうぞ、どうぞ、なんとそう。いや、俺今、体重測りに行ったら電池がなくなっちゃって。電池切れかい。電池切れで、かみさんが風呂に入ってて、ドキドキしちゃった、俺。危ないですよ。いやいや、びっくりしちゃって、本当とかって言われたんだけど、電池がないって、この前まで大丈夫だったよとかって、うちの妻は、なんか、結婚して、ずいぶん経ちますけど、ずっと体重変わんないからね。すごいですね。すごい。運動してるんですか？うん、ビバホームで、ビバホームでパートしてるけど、1万歩とか歩いてくるね。いや、結構歩いてますね。だからやっぱりそういうことなんですよ。だから、あれ、もうめちゃめちゃ速く走るとダメなんですよ、逆に。うん、他の方法ですね、じゃあ。もうリラックスしてね、やりたいだけ。はい、はい、一番いいんですよ。じゃあ僕もその方式でやろうか。そうです。で、たまにちょっとなんかこう、モチベーション出てきたら、ちょっとこう、ゆっくり走ったりとかして、で、ちょっと遠回りして帰ってくるみたいな。全然いいと思います。心臓にも悪いんで。
あ、なんか、まあ、今日は走りたくない。サッカーが一番心臓に悪いでしょ。うん、走りたくないなっていう時はやらなくてもいい。大丈夫かな。いや、そうです。やりたくないと思った日はやらないです、僕も。で、ね、天気予報を見て、雨降ってたらもう行かないじゃないですか。うん、でも、例えば、じゃあ、明日、もう1週間ずっと梅雨の時期はずっと雨じゃないですか。うん、でも、たまに晴れるじゃないですか。うん、ここしかないと思って行くんですよ。でも本当に、もう本当にこう気持ちよく、なんか、例えば、あの時はコロナで自粛の時だったんで、マスクして、マスクするだけでも全然疲れが違いますから。あ、そうですね。あ、ここのお店大丈夫かなとか、やってんのかなとか、あと、あ、で、僕、一軒家建てたばっかりなんで、あ、ここの家、素晴らしい家が建ってるなって言って、参考にさせてもらったり、なんかそういう、もう本当に街の様子をこう見ながら、こう、こんなところに公園があるんだとか、だこんなところに酒屋さんがあるとか、居酒屋さんがあるとかで、今度行ってみようみたいな感じの感じです。ラーメン屋入ったりしちゃダメなの？それで。それ意味ねえだろ。あ、でもありだよ。俺だ、僕、あと、通帳とかを記帳するときとかあるじゃないですか。うん、アイドルが走っていきます、リュックに入れて。はぁはぁ言ってんだけど。はぁはぁ言ってる。もうめっちゃ嫌な顔されるのも、周りの人に汗だらだらで。で、あれなんだ、待ってみて、野人なんだ、こうやって。気づかれないようにやりますけど。通帳記入するな。貴重来たら、貴重してきて、あ、野人だみたいな。でもね、本当に。なんかせっかくだから走っていこうみたいなとか、うん、なんかそんな感じでいいと思うんですよ。やっぱ歩くこととかって、まあ、いうのは大事なんで、なんか年齢取るとだんだん筋肉がなくなるんで、膝痛いするんで、多少な運動というか。前はね、金曜日にラジオ終わったらいつも飲んでたんですよ。うん、悪いやつが来るんで。はい、まあ、総理とか、そう、まあ、今見てると思うんですけど、総理とか、あと、まあ、柳瀬っていうのは、俺の小中学校の後輩なんですよ、一個下。総理っていうのは先輩なんですよ、小中学校の。まあ、バカみてえにまだ遊んでっからね、俺たち。で、金曜日、ラジオがあるから、迎えに来てくれるんですよ。ほんで、まあ、知ってる通り飲む。で、でも帰りは結局飲んじゃうんで歩いて帰るみたいな。うち4キロちょっとあるんですよ、家まで。浦和駅から。ちょうどいいなぁと思って。まあ飲んでっから全然いい。でもあれですよ、でもやっぱりビールが良くないですね。あ、ビール飲まない。だビールは飲みたいんで飲んじゃいますけど、前はビール最初もう駆けつけ3杯ぐらい飲むじゃないですか。夏なんか特に。だからもう生を控えるようになります、ビールを。ああ、そう。それだけでも全然買うと思います。俺ね、あんま飲まないんだよ。ああ、そうですか。ビールは結構きますよね。昔いっぱい飲んだからもう飲まないんだよ。ハイボール。だからこうちゃんも何キロって決めなきゃいいんだよ。はい、決めないで。そうですね、100日で何キロ痩せました。いや100日で10キロ以上は痩せる。絶対マジか。じゃなかったら、だってそうじゃなかったらあれでしょ、動画見てもらえないでしょ。前に走ってる姿。だって俺 YouTube 好きだもん。いや、おかい、俺ね YouTube はね、もう俺フワちゃんっているじゃん。はい、フワちゃん。フワちゃんがさ、よく言ってんの、YouTube に書いて、YouTube、なんかあったら YouTube に全部あるからって言うけど、YouTube に書いてあるんだよ、大体のことは。すごい。でも、書いてあるんだけど、俺とか、パパ活とかが話す、昔の浦和レッズの話とか、昔の J リーグの話は、ないんだよ。仕方ねえから自分たちやってんだよ、それ。いや、マジで。いや、僕もね、だから、うちも、うちでガイナレで、うん、ちょっと今、そういう話が出てって、
お個人的な YouTube ではなくて、おガイナリで今始めようかなって話にはなってます。絶対やった方がいい。はい、まあ僕がまあまあメインでやるんですけど、まあ、これはもうもうぜひ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 出てくださいよ。それめちゃくちゃでもよ、あのチームのは人気出ますよ。だから、やっぱりね、サポーターの方に見てほしいから、うん、でいっぱい、まあ、もちろんガイナレだけではなくていろんな方にガイナレっていうものを知ってほしいっていう感じでやるんで、うん、ぜひ出ていただいて、やっぱ厳しい話とかもなんかしてほしいんですよ。サポーター目線だったらどう思うんですかとか、こういうのはどう思ってたんですかって、そういう話できたらすごい面白いじゃないですか。だから選手目線はここだったけどとか思うんだけど、その俺ね、 J2 とか J3 とかあるいは JFL のチームのサポーターの人とかに話したいのよ、うん、いやそうですね、なんかそういう方たちいっぱい聞きたいですよ。だってさ、もう J1 のチームなんていっぱい歴史があってさ、なんか代替わりもいっぱいあって、うん、そのしきたりがあったりとかしてなんだけど、俺たちってそんなのなかったから、うん、本当ないんだもん、うん、だってさ、こんな感じよ昔なんてさ、昔は昔の写真で例えばさ、なんかこれ鹿児島行った時の写真なんだけどさ、ごめん、出てるね、出てるよ、これ鹿児島行った時の写真なんだけどさ、こんな感じだよ。で、これ、いる、ここにいるの俺なんだけど、ここにいるの俺だけど、大体わかるよ。あとはさ、これ何人かが浦和でさ、残りそうじゃない人たちだから。見物人が多いんだよね、地方行くと。そうそう、だからここに、鹿児島の大地君とかさ、来てくれたりして、いまだに付き合いがあるんだけど、本当、こういう感じ、こういう中で、なんか超違和感でしょ俺とかだってガチなんだもん、うんうん、ガチとそれを見に来る人ってでもガチ何人かしかいねえんだもん。こんなさ、昔今のさ、その何 J3 とかさ JFL とかの現場と変わんないのよ全然。でだから本当は何、さっきサウジアラビアの話が出たけど、そうだもん、一人だって二人だってやるんだ。で、そこ、そうですね。うん、そこの積み重ねが、あの満帆のスタジアムだから、だから YouTube 楽しいのよ、今、俺ら。ら俺今、だから、そういう意味では、ね、880人。すごい。まだ880人しか集められてないのよ。いや昔の俺たちの感覚なわけ、そういうのって。なかなかもが、ね、うん、これしかいねえんだけど、みたいなのがさ、それが なんか少しずつ増えてったら、面白いよねって言って、まあ、パパ活が死ぬ前に、まあ、1万人くらいになったらいいなと思うんだけどさ。64人。まあ、積み重ねだと思いますけど、本当に、まあ、やっぱりサッカーももう20何年経ったんでしたっけ、27年か。27年。うん。で、そこにもいっぱい歴史があって、で、今56チームじゃないですか、うん、結局。で、最初10チームから始まって。うん。そうそうそう。ねえ、本当に J3 もできて、なんかこう、やっぱり、昔はもう10チームしかないんで、逆に分かりやすくてすごい面白かったじゃないですか。うん、もうカラーがみんな出てて、今やっぱすごい増えたんで、ある意味、悪い言い方すると、誰でも、まあ、サッカーできるチャンスはあるのかなと、うんうん。で、僕らの時っていうのは、もう試合出てたら、もうすごいヒーローになれましたけど、出れない人はもうすぐクビで、うん、面倒も見てくれなくて、チームが。うん、まあ、もういらねえから事務所来んな、みたいな扱いだったんですよね。で、それが56チームになって、でいい意味でいっぱいチャンスはあるんですけど、やっぱハングリーさがなくなってるなとか、でやっぱり地方クラブがたくさん増えて、やっぱその町のノリとか、その県の、うん、地域のノリとかっていうのでこう合わせてクラブを作って いかないといけないっていう、そこは僕今すごく楽しくなってて、うん、
で、浦和レッズのサポーターの方に対して、じゃあこういうふうなアクションを起こそうって言って、これ鳥取でやったら絶対ダメなんですよ。うん、そうだよね。でもさ、それは浦和の暑さがないですね。こんな時があった、これ鳥取ってこれやったらみんな捕まりますよ。鳥取だったら狭いんで、これ多分住所とか全部調べられて、あそこの人があんなになってると。で、息子さん、あの小学校通ってるってすぐなりますよ。だから、昔は古き良き時代だったのよ。今、YouTube でも話できない我々、話がいっぱいだから。そうですね。昔の話したら、もう本当に YouTube では話せないことばっかりなんですよ。うん、ね、でもそれは面白いじゃないですか。そう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 、それが面白いですよ。僕もだって結局公演とか呼ばれてるの昔の話ですから。だってはっきり言って、まあ、見に来た子供たちとか僕が V 頃の話してもポカーンですじゃないですか。生まれてないんだ。野人って何みたいな。でもやっぱり、でもそれはそれで、まあ、本当に真実にあったことなんで、そういう話ができるのがやっぱ YouTubeじゃないですかねっていう、うんうん、だから本当にそういうことがあって今があるっていうのは間違いないんで、すごい僕は大事なことだと思ってて、うん、でもそれを参考にさせてもらいながら、やっぱり今ガイナーレのお仕事させてもらってて、うちのサポーターと同じような伝え方していけないんだなと、うん、はい、やっぱりそこのやっぱ鳥取県の方たちが何したら喜んでくれるんだろうな、どうしたら試合見に来てくれるんだろうっていうのをやっぱり僕らも、だから、サポーターと、こう、いっぱい話をさせてもらったんですね。最初、座談会とかもやったんで。で、めちゃめちゃ言われました。お酒も入ってるんで。本当。ちょっと会ってみたいね、俺。いや、もう素晴らしい。でも、すごい、本当に、もうそれからですけど、本当にずっと、それでもずっと応援に来てくれる方たちばっかりなんで、もうアウェーも来てくれるんで。ありがたいですよね。いや、本当そうだよね。アウェイに行くってさ、なんか浦和レッズのサポーターの人も今普通みたいになってるけど、それはそれは、アウェイは。すごいですよ。だって、ね、うん、昔はね、浦和レッズのサポーターの方で、で、駒場で試合して、で、終わったら、自転車に浦和レッズのなんか、あの、チームの旗つけてるんですよ。そしたら、なんかずっと叫んでるんですよ、僕に。で、なんですかって言ったら、僕、今から福岡に向かいますって言ってるんですよ。次のアウェーが福岡だったんですよ。あ、もうすぐ行くってことは。次の水曜日か、だから土曜日か分かんなかった。すぐ行こう。僕、今からこの自転車で福岡に行くんです。ついたのかね。で、ついてんの、ついてんの。ついてんの。で、アウェイで終わったら、またその人がバーって自転車に来て、どうやって行ったんですかって言ったら、いや、もう途中でパンクするわ、壊れるわ、で、泊まれるとこないから、なんかもう、いろんな家に泊めさせてもらって、今からどうするんですか、今からまた浦和に帰りますと。ありがたいじゃないですか。それ、力の店長じゃん。いやいや、今は神戸まで。でもすごいよね。いや、びっくりですよ。日本あれだって、今回知ってるだから、今井の話も。いや、いろいろお聞きがしますけど、うん。だってさ、今井とか、ほら、マクドナルドってさ、キッズスペースみたいなんじゃん、外とかに。あると待って。マクドナルドのさ、キッズスペースみたいなさ、滑り台とかあるとか、ああいうところで寝たらしいよ、あいつ。公園は結構いいらしくて。でもうすごいですよ。おかしいでしょ、だってさ。いや、おかしいというか、もう。おむつして走ったらしい。でもやっぱりね、浦和はやっぱロックンロールですよ。いや、まあ、結構。めっちゃかっこいいじゃないですか。いや、さ、その、岡にはさ、いや、あれなんだよ、バブさ、結構さ、はい、この、まあ、例えば俺はライターになって、そう、サポーター活動しなかったりするときに、結構彼がストレスを言うわけ。うん、こうじゃないでしょ。うん、これがすげえんだよね。僕らすごいよね。浦和はこうじゃないでしょ。結構ね、サポーターに厳しく言えたらこの男だけじゃない。うん、こうじゃないっすよ。だからね、逆に。教えていただいたんじゃないですか。
そうじゃねえとダメだみたいな。いや、ロックだよね、でも。いや、僕はロックだと思います。ロック、ロック。めっちゃかっこいいと思いますよ。ロック。なんかね、俺は、まあ、あそこ、ああいう感じでやったけど、俺、例えば、カズノさんとは全然違いましたけど、それはそれで好きだったの、こうやって見てる人。でも、ほら、吉沢浩一がいなくなってから、ロックじゃなくなっちゃったんだよ。いや、俺いないから分かんないんだけど、それ。ああ、それをね、実感してる、僕なんかはね。それ、サブチャンネルでやってくださいよ。そうだ。村さんとか。いや、でもね、本当に、俺、でもサッカー見て初めて、本当に泣いたの、ジョホールバルの帰りのバスの中だからね、本当に止めどもなく涙出た。ありがとうございます。僕なんか涙も出なかったですよ、もう。いやー、だって、僕らの年代でワールドカップなんていうのは、夢の、また夢でした、まあ、そうですよね。あれだけ外しててさ。はい。あれだけ、あそこで、ああいう風に入るとは、想像もできなかったし、ね。まあ、あそこに行くまでのドラマがあるからね。だから僕も、本当に泣いた。試合中、本当に、もう逃げ出したくてしょうがなくて、もうフォレスト・ガンプみたいに、もうそのままスタジアム出ようと思ってますからね。本当、それぐらいもう、サッカーを始めたことに恨みましたし、うん、日の丸ってすごいなと思いましたし、でやっぱり浦和レッズのサポーターに迷惑かかるなと思いました。僕がやっぱり途中でやって初めて出て、で僕が外しまくって、あれ負けてたらやっぱ浦和の恥なわけじゃないですか。僕は浦和代表で僕しかいなかったです。だからあれも思いましたもん。だからもう浦和、もう僕はもうあれで負けたらもうサッカーやめようと思ってます。確実にやめてます。もうね、俺バブさ記者席にいるんじゃん。はい。とさ、やっぱ先輩たちも知ってるからさ、その関わりさ、もう岡が出る時もさ、こう俺はでも結構仕事モードなの普通に。うん、でも先輩たちの方がやっぱ思い入れ強いんで、記者としてそこにいて、はい、日本ワールドカップ行けるかどうか初めてここで見るわけだから、こっちとしては俺サポーターでワールドカップ行きたかったわけだから、ちょっと意味も違うんだけど、でも、これ、岡が出てきたときにさ、もう周りの先輩たちも、ウスターマン、岡から出たのよって言って、うん、こんな感じだった。でも、V ゴールのときは、先輩たちは抱きして、もう、うわーってなるけど、下降りたの俺2番目くらいだったからね、記者席から。他の人は結構余韻にしちゃったけど、俺仕事しなきゃいけないって言って、もうすぐこう、もう、鉄格子のところから待ってたんだけど、で、山内元弘かな、最初来たのが。で、次来たのが、でも、奈良橋くんだったんだけど、彼の話ずっと聞いて、でも、岡はほら、持って取って、すごいあれだからさ、もうなんかもう、わけわかんない状態になってきてさ、でも、ちゃんと話もしたよね、あの後もすぐね。はい。でも、本当にもう、地獄の中でやってた感じでしたね、結局。本当にもちろん、出たことっていうのは。もう派手に見えますけど、もうやってる選手たちはもう気が気じゃなかったですね。やっぱり奈良が最初良かったですけど、勝てなくなって、負け出すとき、やっぱり日本中に叩かれて、で、なんかこう、すごい嫌な雰囲気になって、鴨さんがね、途中で変わって、で、岡田さんでもなかなか勝てなくて、でもう終わったみたいになってのあれですから、非常にやっぱり大変でしたけど、やっぱりすごい僕は、この間もちょっと違う方とそういう喋ることがあって、すごいなと思って、もう映画みたいですよね。その前が動画の、だってその前が動画のビーチなんですよ。そうそうだよね。僕ら大学の時ね、バブと見てたけど、4年前じゃないですか。で、僕らはもうあの日本代表が負けるってことは、もう絶対日本無理だなと思ったんです。あの最強じゃないですか。うん、すごい強いチームだったじゃないですか。で、最後に10、そうです。で、10秒です。ラスト10秒。うん、そうだよね。俺、目の前にいたからね。現地だしさ、そんなのもう、これ終わったなと思ったんですよ。うん、
で、まさか自分が出ると思わないじゃないですか、次のそのね、予選なんて、大学の日大で、六本木でアルバイトしたんですから、だって。ね、飲み屋で。だからもう本当にすごいですよ。あれはやっぱり究極すぎるぐらい究極でしたよね。あれでもやっぱりあれ、あれ六本木でバイトした人誰に言われたの？いや、僕ですか？うん。いや、大学の時に部屋の先輩がアルバイトをしてたんですよ、プレゴっていうところで、麻布十番で。で、ほら、その後にさ、なんか、あの、プロになってからさ、あれ、あそこでバイトした子じゃないって言われたの。話したけど忘れちゃったのね。ごめんね。話残しちゃった。ありました、ありました。そうそう。でも本当に、本当怖かったですよ。もう怖かったですし、もう経験したくないですね。生まれ変わってもやりたくないですね。うん、でも、本当の日本サッカー史の一シーンだよね。最高のシーンじゃない、まあ、もうそうですね、うん。でも本当にどっちかなんで怖かったですね。うん、そうそう。うん、はい。もうあれで勝ったから笑い話ですけど、うん、で負けてたら、でも泣けたよ、ほんあの笑い話っていうよりも本当に泣けた、現実にワールドカップ行けるんだっていう、はいはい、我々の年代にしてみたら夢のまた夢だったから、はい、パパカツ負けたらもう一回あったんだね、はい、そうかもしれないね、ま、いや、違う、負けたら次はオーストラリアと、うんうん、プレーオフやんなきゃ。ああ、そっかそっか。多分あれ無理だったんですよ。あれアルゼンチンだった相手。違う。オーストラリア。オーストラリア。もうオーストラリアか。そう、だからイランとオーストラリアってイランが勝ってイランが行ったんですよ。イランはすごいですよ。よく修正しましたよ。すごいよね。日本は多分無理でしたよ。うん。うん。もうイランに勝つしかなかったです。イラン強かったですけど。でもあれ、うん、ジョホールバールでね、マレーシアだっけあそこ、国は。はい、マレーシア、マレーシア。俺ら、裏のやつら 10人から15人ぐらいいたのかな、はい、自分の周りに。で、周りのマレーシア人勝った瞬間、みんな俺らに抱きついてきたよ。だから、はい、うちらの応援に回ってたんだよね。はい。うん、現地の人。今、そうなんだ。現地もこの間、うん、岡田さんと一回番組で行かせていただいて、はいはい。はいはいはい。で、その時に来てた小学生の子が、今のジョホールバルの、うん、知事というか、皇太子なんですよ、はいはいはい。それが今、ジョホールバルでサッカーチーム持ってるんですよ。だからやっぱり、あの時の美術館を作ってます。日本代表の。ジョホールバルのスタジアムで。やっぱあの時の日本代表を買ってくれて、うん、観光客がすごい来てくれたらしいんですよ。うんうんうん、初めて。ほら、もう我慢できず。我慢できない。藤井さん来ちゃった。藤井さん出てきたね。これも古いあれです。いや、でも、うん、本当に。サポーターレジェンドです。だけど、本当に、あなたもですよ。あなた、藤井さん、あなたも、レジェンドです。本当に名シーンだよね。だから、僕なんか本当に、ゴール出た時もそうですけど、もう今になって笑いますけど、あれ、イランベンチに走ってるんですからね。ちょっとずれてんだよね、あれ。ああでベンチが。あれだ、はい。あれ抱きついたら射殺されてますからね。バカにしてんのかって話ですね。急激に方向を変えてたもん。いや、なんかね、すごいね、今日やっぱ岡野正幸が、やっぱこう、すごすぎ、俺今日どういうサムネイル作ろうかなって感じですよ。残ってんだけど、写真だから、本当に GM になられて、やっぱりこう、なんて言うんだろう。ごめんなさい。GM になられて、もう漏れちゃうといけないから。あ、どうぞ言ってください。あ、申し訳ないです。もう言ってください。だから本当に GM になって、こう、やっぱりフットボールをこう、まあ、上からか下からか俯瞰してこう見てるから、視野が、違うよね。まあそうですね。うん。どうなんです。どうなのバブ。この、はい、今日の岡野正幸は。そうですね。なんかおしゃべりがお上手になったような気がしますね。
まあやっぱ選手やってたからすごくねそういうところの気持ちも理解できるので、そうだよね、ありがたいんじゃないですか。だから逆に選手の皆さんは今 の、 そうだよね、だからさ、なんか犬飼さんと、うん、森さんと横山さん、金集めは横山さんだからこのなんていうの、3人が混ざったような仕事してるわけじゃん、うん、3人を知ってるわけじゃん。もちろん横山さんは最初の時の監督だしさ、いやなんかいいなって言って、で友が強化部長なんでしょ本当ですよね。ちょっとあれだね、鳥取の試合見たいね、ズームで ね、 いやそうですね、ちょっとライブ、はい、面白いかもしれない、うん、あの J3 がねあんま近くにないんだよね。逆にね、関東の。そうなんですよ、 J3 は近くにないからあれなんですけど、うん、いやズームはありだよね。それでやっぱりなんかフォワードのこと、田口くんとか見てみたいです、ね、そんなにいるなら見てみたいよってけど、うん、手取ってんだもんね、はい、それでほら、うん、東洋から鳥取行った真渡っていい、はい、ああ真渡りは真渡り、それで徳島行って、そうです、ね、川崎行って、今どこ行ったんだろう。今ね、どっかまた移籍しましたね。移ったよね、川崎から。はい。はい、行きました、行きました。湘南か。あ、多分そうです、湘南だ。湘南だよね。はい、じゃあ、応援しなきゃじゃない。結構言うんですね。そうそうそう。だから、そうやってステップアップしてる選手もいるからね。間違いないです。ね、チャンスで。だから、もう本当に、もうね、おっしゃっていただきましたけど、まあ、だから本当に、みんな、こう、行けるとこなくて、最終的にうちに来るんですよ。でどうにか でも生で見て、あいい選手だからいいんじゃないって言ってうちに来てくれて、でもう感謝してますって頑張るじゃないですか、うん、でも他のカテゴリーから来るとすぐ出てっちゃうっていうね、これもあるあるなんですこれもあるあるです。あ本当に感謝してんのかバカ野郎みたいな、ね、感謝してんだ残れバカ野郎みたいな、さすがだね。はい、もありますそういうのもあるあるです、ね、はい、うん、そのやっぱり J3、 あでほら前ねズームで話聞いたけど、やっぱり移動が大変なんでしょ、移動にお金かかるんでしょ。そうですね、やっぱりどうしても遠征費とかは、まあ、やっぱりバスしかないんで、うん、相当かかりますね。うん、で今でもガイナレもバース、まあ、ラップでちょっと初めてできたんですよ、その、うん、だから、うん、それでもやっぱり大変ですよね、うん、あれですか、秋田とかもう全部バスで行くんですか。バスです。まあまあでももうチームがもう本当勝ってたり成績今みたいになってればもうとにかく選手には負担かけたくないんで、そういう時は大阪まで出てとか、とか飛行機とかで。あと JR さんがあのすごくよくしていただいてるんで、すごい安く取ってくれてるんで、新幹線とか。はい。もうやっぱりちょっと申し訳ないですけど、やっぱ成績によっていろいろ移動手段も変わりますね。なるほど。はい、なんか、それはリアリティだね。うん、その逆に言うと、選手のもうそのトップを知ってるわけじゃん、やっぱ J1 っていうのはすごい環境なんだ、はい、すごすぎますよ。俺はまた全然違いますね、やっぱ規模が違いますし、うん、やっぱりこう、うん、やっぱ興味ある方たちのレベルが違うんで、やっぱ数も違いますし、やっぱそこでどういうチームを作っていくっていう、まあ多分スポンサーさんが出してるまあ資金力がまず違うんで、ちょっと政治力もあると思うんですけど、まあそこにどんぐらい入れるかっていうところになってくるじゃないですか、はい、だからそれもすごいあるし、で負ければやっぱりすぐ監督も交代しなきゃいけないとか、長い目で見れない。まあ、J3 は降格がないんで、うん、長い目で見ようと思えば見れると思いますし、
だから何年目ここで勝負しようとか、でもそれ外れたら終わりですし、だからそこの辺が難しいですけど、またちょっと違うなと思いますけど、まあでも浦和とか例えば J1 だったら、まあ営業行けば売りがいっぱいあって羨ましいなと思いますけどね。だから鳥取だからなかなか売りがないじゃないですか。知りませんが多いんで、もちろん鳥取の方は知ってますけど、他の県外、大阪とか関西近いんで営業行くと、鳥取知らないですけど岡野さんは知ってますみたいなになって、なかなかそこで支援してくださいっていうのは難しいと思いますけど、まあレッツだったらもう羽田なんか、僕鳥取住んでる時羽田帰ってきてびっくりしてて、やっぱりビルの多さに、もうこれ一軒一軒行けばいいんじゃないかなと思いますもん。ああ一軒一軒行ったってもう分かるもんね。例えば浦和だったらもう浦和レッツっていうこの売りをこう宣伝したらもう相当やってくれるとこがあって、100億以上のチームになるなっていうのは絶対それはできるだろうなって思いますけど、もちろん母体があるんで営業の人は聞いた方がいいよこの番組。いや やってると思います。ただやっぱり浦和っていうのは母体があるじゃないですか、だからそこの方がそれを了承してくれれば多分できるんじゃないですか、こういうチームにするんでってやれば、多分ライブのところも大月監督が見てるから、レオのところを見て、あ、こうやって使えばいいんだなって、多分今日また勉強になったと思う。いや、でも、やっぱり最初は使いづらかったと思いますよ。やっぱり人間、まあ、やっぱりレオは感情をすごい出すんで、やっぱり感情が強いんで、なかなかこう、チームメイトも何度こいつってなりますし。島根との関係はどうですか？で、僕ですか？あ、鳥取？どういうことですか？いや、なんか、島根を巻き込みましょうって、すぐ鳥取の人と島根の話して、島根だと。そうですね。だから、山陰っていうんですよ。島根と鳥取っていうのは山陰なんですよ。うん。でも横でつながってるんですけど。右にあるのが、関東に近いのが？関東に近いのが鳥取。鳥取。で、広島に近いのが、島根。島根。でも、その奥に山口があるからね。そうです、そうです。うん。だから山陰っていう一括りが島根、鳥取なんですよ。うん。でも、やっぱりこう、はい。両方知ってんだもんね。はい。でもやっぱりこう横長なんで、横長なんで、東京、名古屋間ぐらいあるんですよ。あ、そんなにあんだ。うん。あれ、すげえ遠いじゃん。うん。だから文化が全部違うんですよ。うん。文化が違う。である意味、仲は悪いんですよ。あ、仲悪いんだ。うん。やっぱ全然違うんですよ。考え方が。これもやっぱり僕もそういうのも初めて、あ、そうなんだと思いましたし。もう、そういうことだよ。仲良くすれば、一個になって超強いんですけど、なかなかそういうわけにはいかなくて、やっぱり文化がみんな違うんですよね。考え方も違いますし。鳥取の中でもそういうのありますから、横長なんで。今、俺のフェイスブックに、ご無沙汰、岡野さん、レッツ在籍時、たまたまレッツの宿舎の前で夏の暑い日に工事をしていて、お昼を食べたとき、当時、サントス選手もいて、レッツの皆さん、超人気で、出待ちもいて、もう有名人って感じで、ここにちょっと、こんなとこで飯食ってんじゃねえ視線が半端ない中、岡野選手だけ、岡野選手からお疲れ様ですと声をかけてくださいました。会社のみんなと、あの人は人格者だね、やっぱり違う、野人紳士と今でも話しています。応援しておりますとお伝えくださいと。随分酔ってる人のメッセージでしたけど。いや、僕も全然それあんま気にしないタイプなんで。多分書かずにいられなかったの、ね。いや、ありがとうございます。もう全然僕は。やっぱ大事なんでね。元気でとかね。お疲れ様っていう。まあでも全然本当に、どうしようもない時は無理ですけど、
まあ、サインとかもなるべく書いて帰ろうと思ってましたし、やっぱ昔浦和大原とか、すんごい数の方来られて、で、お昼練習終わって帰るの夕方でしたもんね。でもすごい大事っていうかありがたいことだし、やっぱ子供たちが並んでて、こんな書いてんのに、はい、ここでストップってのは僕すごい嫌だったんですよ。あれさ、お母さん。そこをね、またそこ大島の話になりますけど、で僕がサイン書いてたら、バーってやったら、大島さんって言ったら、あいつチャリンコでバーってその横通りって普通に帰りますからね。それはそれでまた良かったんですよ。いや、今さ、今はなんかそのファン対応とか言って、フィンケの時からだ。ホルカフィンケの時からさ、3回、曜日が決まって、その日でも3人とか、そういうなんかレベルみたいなさ、まあ今な、ほんと、細かいの分かんないけど、だから、小野伸二は絶対登場しないのよ。岡野正幸は出ないのよ。うん、その、バブ分かるでしょ、言ってる意味。その、はい、じゃあ、うん、俺だってもう、伸二入ってきた時さ、もういつも話しちゃうけどさ、俺も囲みの中にいたわけで話聞いて。たらすいません、そろそろいいですかって言ったら、俺びっくりしたのにさ、待ってる人はいるからって言うから、誰かと思ったら、ファンのことだからね。あいつもその時から、それでずっとサインしたのよ、40分くらいで、その日だって。すげえなと思うけど、その日だけじゃなくて、僕、まあ知っての通り、あの数ずっともう、よっぽどのことだけやったわけじゃない？今さ、ファン対応の日ですなんて言ったら、出ないじゃん。そんなスーパースターか、スーパースターって、本当スーパースターじゃん、そういう選手。岡がやってんだって知ってるよ、だって。もちろんやらないで帰っちゃう人も知ってるよ。だから、大島じゃないけどさ。でも、だからさ、分かるわけじゃん。今はさ、ファンタイ、なんかやらされてる感があって、すげえ嫌なんだよね、俺はね。なんか、なんかレッツを変えるとかって言ってさ、来る選手とかいるんだけどさ、いや、レッツ変えるじゃなくて、お前らが変えろよって、そういうところって。そんなの、笑ってやりましょうよっつって、確かに警備員の人とかいて大変かもしれないけど、ね、遠くから列なんか来る人いるわけやん、それこそ。でもその日対応じゃないですって言ったら、もう、ああいうもできない、サインもしてもらえないっていうのは、俺はどうなのかなって言って、よく思ってるんですけどね。うん、まあもちろんね、やっぱりか、もう人数が多すぎると、ちょっとさすがに全部やってたらもう終わらないんで。だからまあ、一人一枚でお願いしますみたいな、あの感じでやりますけど、やっぱり、そこはすごく大事な僕はところだとは思いましたね。やっぱり現役やってる時も。だけど、どうしても、今日は帰んなきゃいけないんですよっていうのが結構あって、そこは断ったことありましたけど、うん。でもまあ結構そこは重要などこだったかなって今でも思ってますし、だからまあ僕なんかまあ今こういう仕事になった時に、まあまあそれはうちだからできるんですけど、大体こうクラブっていうのは融通きかないチームって融通きかないじゃないですか、うん、で子供がちょっとなんか困ってなんかこういうことがあって、ちょっとトイレとか上に行けないで、どうしたらいいですかってなんかこう、すごい困ってるご夫婦がいたんで、もう入ってくださいって僕入れちゃうんですよ。うんうん、で、したらでもやっぱ止めるじゃないですか、もちろん。うん、だから俺がついていくから平気ですって、俺が責任取るんで、みたいなのも今でもやります。もう本当に、そこはザックバランに、やったほうがいいで、あとサポーターが怒って、うん、酔っ払ったサポーターがもう怒り狂って、やっぱり入ってきたんですよ。で、うちのやっぱ広報っていうか、広報というか、その運営が止めたのに止まんなくて、うん、話させろっていうか、僕すぐ行って、それでもう、だから中入ってくださいっつって、うん、で、もうずっと、話しましたね。で、申し訳なかったと。で、向こうの奥さんも泣かないながら、もううちの旦那が酔っ払って、もうどうしたらいいか、全然平気ですと。
もうこういうの僕大好きなんでっつってそれでもうずっと旦那さんと話して、もう次招待するからもう絶対来てくださいね、もう来ないのやめてくれって、まあ、素晴らしいね、うん、それからもっと応援してくれるようになったりとか、うん、いや僕はもちろんそういうふうに怒られるのも分かると、こんな僕だってもう選手全員ぶん殴りたいぐらいの試合ですよだからそれ言いたいことはよく分かるけど、やっぱり僕らにはいいけど、その見に来てる他のお客さんになんかそういうふうにやるのはやめていただきたいと、僕らに言ってきてくれというお話とかはしましたし、でもそれはやっぱりその浦和でやっぱりあんだけ来ていただいて、本当にこう怒ってくれる人もいれば、もう本気でミーハーの人もいたり、いろんな人も来てましたけど、やっぱりそれがやっぱり良かったなって僕は思って、それが本物っていうか生き物というか、うん、もう本当に感情じゃないですか。感情出すから応援できると思うんですけど、感情出せなくなったら応援しないですよね。僕だってもう音楽もそうですけど、格闘技大好きだから、本当好きで見に行ってましたし、お金かけて。だけど、そういうのがなくなったら何も面白くないじゃないですか。あの、こいつが今ずっとあの、こびてるんですよね。さすが GM タイプですから。こびてるんですよね。あの、あと、この原国さん、岡野さんの考えた本当に今の。うん、原国さんはあのジャランの編集長。はい。よジャランの編集長やった。はい。ね、古くからあの今の浦和に必要なものだと思います。結構いやいやいや結構ね、はい、なんかおおなるほどね、西川選手は丁寧に息子の掛け声に反応してくれて、サインに写真対応。うん、まあ俺話したことないんでね、最近の選手とね、ダメかね、もうちょっと話した方がいいのかね。そうですね、みんないい選手いい選手っていうか、あったらやっぱりすごくいい選手っていうか、あのちゃんとあのしてますし、だって俺人見知りなんだもん。いや本当に結構人見知りやよ、俺あんま話聞くのとか得意じゃないもん。いやいや、ほんとほんとほんと。バブとか岡野から俺は喋れるけど。いやいやいや。いや、喋れるよ。福田さんとかだと喋れるよ。うん、福田さんとか楽なんで勝手なこと言うから。勝手なこと言うから、いや違いますよって言えるからいいんだけど。いや、ちょっと、だってあの人、力行ったことないんだよ。いや、福田さんは行くタイプじゃないんじゃないですかね。だから、その、やめて、その、いじるような、嬉しそうな顔して。でもさ、力に行ったことないっていうのが、やっぱ、しびれちゃう。俺、別にいいんだよ、行かなくたって。でも、なんか、いや、だって、あの人、30年くらい裏住んでんだよ。そうですよ。多分、好きなんだよ、裏のこと。大好きなんだよ。そうですよ。俺はそうですよ。だけど、だから、あの人、俺、悪くないんで、だから好きなのもっとこう出してほしいんだよ。俺、なんだねえ、わかんないけど、まあ、一回ぐらい監督やってもいいかなとか思ったりするんだけど、うん、もうちょっとそこは、うーんってなってくれればいい。いや、なってほしいですよ、絶対。いや、やっぱり、福田さんもいろいろ考えてることは、あると思うんですよね。うん、やっぱりこう、今の感じで監督やるのか、浦和が完全に変わって監督やるのかとか、多分昔ながらのつながりもあると思うんで、福田さんやっぱり、まあ僕らからしたらイメージ的にはやっぱり浦和の僕は神様だと思ってるんですよ。やっぱり神じゃないですか。やっぱり僕が行った時に唯一代表で、もう神ですよ、もう本当にここシンボルだよね、アイコンだよね、見ましたし、で僕の中でもそう思ってますし、だからこう、うん、やっぱり福田さんの中では考えてるものがたくさん僕はあると思うん
で、もちろん現場の監督やるにしても完全な体制でやりたいと思ってると思います今のまま変な意味じゃなくて、うん、今土屋さんになったんですごい頑張られて、多分ちょっとずつ変わっていくとは僕は思いますけど、今までのまんまの感じでじゃあ監督やってくれって言った時に、うん、で僕はなると思うし、で僕がじゃあ裏に帰ってなんか仕事やってくれって言って、今のままの体制だってやるんだったら結構難しいのが、もう喧嘩するしかないですよね、うん、上と上っていうのはもうあのフロントドアとかじゃなくて、うん、そういう人たちをもう説得するしかないんですよね。そうしないと変われるものももう政治と一緒で変わんないですよ。多分だからさ、やっぱりそこをね、それを分かる人とか、そう分かるファンの人とかっていうのはたくさんはいないよね、うん、でもっとこうなんていうの、ぼんやりしたものに対してなんか悪いっていう、はいはい、そうじゃないじゃん、本当そうじゃないんだよね。そういうのを、まあ、我々はおじさんなんで、ちょっとちょろちょろ話はしてるんですけど、日々振り回されてる中で、いい話は。はい、こいつ絶対酔っ払ってきた、立場の人。これね、パパ活とか大好きなんで。もう何かあるとすぐ飛んできてくれる。すごいいいですよね。長い古くからの付き合いがあって、そうですね。そろそろその辺、ね、もう一回ぜひ来ていただいて、深い話を、将来浦和はどうあるべきかとか、3ヶ月に一遍くらい出て、それぐらい来たでしょ。でも今日は本当に深い話が聞けて、そうですね、ありがたかったですね。いや、こちらこそです、ありがとうございます。いや、僕はただ言ってきますよ、ただ言ってきますよ、生意気に言ってるんじゃなくて、いやいや、僕らは今僕はガイナリでやるべきことやんなきゃいけないんで、今客観的に見たときに全然裏悪いことしているとは思わないですけど、いやもう全然それ伝わってきてるから大丈夫ですよ。いやもう本当にもう僕はやっぱり一番そこで育った選手なんで絶対頑張ってほしいですし、やっぱりサポーターの方に言いたいのは、なんかやっぱり僕はもう裏でやってびっくりしたのは、やっぱりあれだけもうどんな時でも来てくれてたサポーターの方、やっぱりあの中でやってる選手は幸せです。であそこで頑張れないやつはもうお亡くなりになった方がいいと思うだからこそやっぱりスタジアムに足を運んでいただきたいです。やっぱりあれは日本で味わえるのは裏レッズだけだと思います、うん、でそこだけはサポーターの方にぜひよろしくお願いしますと、ロックンローラーで言ってください。それをやっぱり僕は世界一のサポーターだと思ってるんで、本当にその見捨てるとかそういうのは絶対僕は裏の魂でやめてほしいです。今度最高でした。最高でした。最高でした、うん、ヒゲダンとコラボするんでしょ、ダイナーレも一段とコラボする。いや、なんかその話も今してるんですけど、ちょっとわからないですよね、うん、今、感じなんで。だからやりたいって話になってます。はい。ねえ。ちょっと野人スタジアムでヒゲダン歌ってくれたら、はい、もうぜひやってほしいですね。で、YouTube やって、こことコラボして。もうぜひ。YouTube それは、なんかやってください、ぜひ。だったら俺、うちの、今度、ガイナーレの、まあ、どういう形になるかわかんないですけど、今度やった時にまたぜひお二人ともご出演していただいて、サポーターとなんかちょっとこんな感じだったんだよっていうのがちょっと面白いのかなって思って、ぜひぜひこの人の悪い写真もいっぱい用意しておきます僕はそんなないです。今日はね、ぜひじゃあ3
そうよ。さあ、3ヶ月後、100日、年末出てください。はい、また、また、はい、忘れた頃にぜひ。俺、年末ちょっと痩せてるから。はい。あ、そうですね。まあ、そうなんで、ね、僕、また次の時は太ってるかもしれないですけど。いや、チーム J2 行って。そうですね。はい。そのご報告できたら最高です。それがいいですね。はい。で、レオも得点をなってて。そうですね。あ、それじゃあもう、また勝手に T シャツ作っちゃう。バブ、バブがもう、アル中になってて。で、ウインナーがバカ売れしてて。それいいですね。もう最高、皆さん、ウィンウィンウィンになる。俺だけ。ウィン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 。俺だけアル中で。じゃあ、何、吉田さんがもう少し芸伸ばして、で勝野さんと歌もうこいつ完璧にこいつ完璧に酔っ払っちゃってるよね、はい、酔っ払いです、はい、じゃあ本当今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、埼玉いつもこうやってます。いつもやってるお相手は吉田浩一と勝野さとしと岡野正幸、はい、バブですはい、本日は4人で、お届けいたしました、皆さんお疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でしたって聞いております。はい、これこのまま ライブ残しておきますので、あ、すごい、まだ起きてたしっかもさん、まだ残しておきますので、ぜひ3時間を超える超対策になりましたけど、ご覧になってください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。すみません、長い間。ありがとうございます。